どうも、おもれ同盟大阪本部でございます。よろしくお願いします。本日はブランクから柳さんが来てくれました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お久しぶりですね。お久しぶりですね。会ってんけどね、先月。そうやん、実は劇場ですれ違いはしてんのよ。あの、おがちゃんのね、そう、ラビット、小川ひろとのラビットハートハートプロジェクト21回転の恋。面白かったね。あれ、よかったね。普通に感動しちゃった。もう後ろから叩かれてびっくりしちゃう。そうや、俺、あ、柳おると思って。そう、実は俺結構あの、入るちょっと前ぐらいからなんかぽいやつおるなと思って。ああ、そうなの、ね。てか古谷さんをまず見つけたの。ああ、まあデブやからな。そう、一緒になった古谷さんをまずちょっと見つけて、あ、これこの人一人で来ることはないな、一団で来とるなと思って。で見たらサーカス団が来てるなって。そう、サーカス団がおるな、来てるな、ブランクサーカスがおるなって。で見たらナギちゃんがおったから。あ、いろんなピエロたちがおったわけ。そう、ピエロ。そう、ガリピエロとガリピエロとメガネピエロショーがいて、マッチョピエロがおって、マッチョピエロがおって、今軽くこう挨拶をして帰ったんやけど。びっくりした。あ、なんかいっぱいいたでしょ、あそこ。え、そう、俺は渡りもいたよ。あ、そうなんや。渡りもいたし。あ、和田春出てたからか。そうそうそう、和田春も、まあ、おばちゃんもそうやし。みんな。そうやな。まして。うん。あんだけ人数多いとやっぱ、力量差っているな。いやー、すごかったね。って思う。なんか、面白かったけどね。悪いところやなと思ったのが、アラだけ見つけちゃって。あー、気になるところな。うん。いやー、和田春の演技は初めてだけど面白かったな。和田春は結構やるね、あの。すごいね。可愛かったわ。そう、何せヒロト上手いな、やっぱ。いや、おかちゃん上手いな。ヒロト上手いな、やっぱ。ほんまになんか腹立つな、なんかなんかイラッとするんだと。あの、なんで若いくせにこなれてる感じがすごい尺に触るよ。余裕やねんな。そうやな、貫禄すらあるから。そうそうそう。というわけで、はい、どうも。今日読んだのにはこう理由がありまして。そんな怪しい場所にね、分かりました。ちょっとカリフォルニア風の部屋にね、一切ハマってんの。この部屋来て5回ぐらい読んだんですけども。何がこれ。あの、まあ身近なところで言うと無双さんとかもそうなんですけども、ええ、あの、まあ僕らかつては同じ劇団に所属してたわけじゃないですか。そうですよ、もう2、3ヶ月前、ね、そう、ほんのそれぐらい前までは同じ劇団で活動してたんです。で、こう解散ってなった時に、うん、よく考えたら人に言われて気づいたんやけど、うん、あの、劇団の中でもこう綺麗に2チームに分かれて全く別のことをしながら今やってるやんか。ああ、まあなーっていうので、まず浮上したのが、あの、この2組で何かあったんやみたいな、いやのがちょっと言われて、で、その上でやっぱ両団体トップの不仲説、ね、しょうもないやつ。そうやね、あんな売れてからにしよう、マジで。不仲説は売れてない俳優、売れてない人はね、喧嘩してる暇ないから、マジで。そやね、そんなこと言ったらあかん。そやね、もう繋がってなんぼやから、そんなんは。いやっていうのがあったんで、まずそのおもろい同盟大阪本部立ち上げ一発目で、あ、俺が呼ばれたわけで、そう、お話をしたいな。謝罪会見、会見なんだこれは。もうじゃ あの、仲悪くないよっていう。そう、仲悪くないよ、やればやるほど怪しいよ。でもこれ大丈夫かな。っていうのと、もう一つ理由があって、はいはい、一発目で慣れた人とやりたかったっていうのが、あ、まあね、シンプルに勝手に喋るようにしてな。そうそう、もう俺黙ってても大丈夫。黙ってても4ヶ月分はこうがキープしてくれるらしいので。担保はしますよ。っていうので今回お呼びいたしました。なるほど、はい、よろしくお願いします。いや、まあ僕はでもね、はい、まあまあツイッターとかにもあるけど、プランクっていう、そうそうそう、言ったらもうコントに特化したような団体を、うん、まあ立ち上げて、まあ基本は僕が人気者になりたいためにプランクを作ったんですよ、うん、だから別にコントに特化はしてないんだけど、今まあ集まったメンバーが結果的にコントのメンバーになってるから、あ、まあ、コントに進んでるっていうのはあるけど、うんうん、まあ俺が何かできれば何かいいって。やっぱプランクっていうのはコントの団体ってのはあんねんけど、うん、あなたなんか最近始められてましたね。ああ、その話もしますか。したいですよ。ちょっと監督やってまして、うっさいわ、当時はなんかちょろちょろ聞こえてくんで、もうなんか映画監督やってまして、ほら、もういっちゃうしょうもないやつやもん。そうやね、あの、大学2回生ね、ずっとやりたかったの、あの、サイレント。いや、俺はびっくりした、サイレントで聞いた瞬間、どんだけ喋るやつ嫌いなんかなそこやで、不仲説。喋るやつを排除して喋らへんことが来るからやん。それか。そうやって。そうや、お前だって吉田と俺と、そう、おしゃべりチーム、無言チームやもん。そうで、あ、そうか。でもサイレントは昔からやりたかったの、うん、言うとったもんな、チャップリンが源流や言うてな。チャップリンもそうやし、もともとラーメンズから入ったんやけど、アレグレットやったっけ。アレグレット、ね、無言のサイレント劇
から入ったっていうのがあって無言の表現っていうのにすごい興味があって、うん、っていうのでそのダンスとかもやってたやん。そうやな。そう、そんなんも活かしながら身体表現みたいなのにすごい興味があったから。なるほどなるほど。そういうの活かすのにサイレント、サイレントフィルムズ、サイレントフィルム、令和サイレントフィルムズやらせてもらってます。正式名称はフォロー返せや。じゃあ俺フォロー返さんとこうと思って。それや、ほらもう船川さんに全部お前や。俺かじゃあこれも、そうやで、これも理由がちゃんとあんのよ。何や、あフォローし合って、なんか言い方悪いけど大阪の演劇の世界って結構ズブズブなとこあるやん。会ったことない人でもフォローしてフォローし合ってみたいなのがあるやんか、まあまあね、うん、なんかそんなんも一個嫌やったし、前おもれ止め来てくれた正岡健さん、インサネットって言ったの、なんか何回か話題にも、ね、そうそうそう、うん、あの人ね絶対フォロー解散したやん。フォローゼロとかであの何百人何千人とかってフォロワーがいる人なんやけど、なんか俺そういうスタイルでもう行こうと思って。あ、そうな、そう、もう解散早くもまだ何十人とかやけどフォロワーはそうやね、そう、そこもやね、もうちょっと、もうちょっとこびって、そうやん、あんたそんな、だからもう元々仲のいい深い仲の友達何人かと働いて、うん、俺やろ、おい俺やそこに入ってへんからなんとんねんお前だからじゃあ終わったらちゃんとする、終わったらちゃんとする、終わったらちゃんとアフォロー勝ち取った、これはします、フォローはします。いや、よしよしよし、よかったよかった。だから今誰、無双さんと富士てっぺん、まあいいやいいや、分かるよ。そうね、ももちゃんやろ、うん、先生、奥さん、ここや、ここや、ここここがあるのにや。そうや、ここでも。あとお前吉田ブロックしてるやろ。あれもちゃんと言い訳がしたい。俺全部聞くからな。お前のなんかそのグレーなところ全部。吉田をまずブロックしてるから。じゃああれは、あれや、吉田が悪いんや。あ、何がやねん。じゃああれはな。悪いことあれへんの。俺、無双さんが東京に行くときに、そのツイッターで、うん、僕の親友が東京に行きますと。あ、で、ね、僕は、大阪に残って見守ることしかできませんみたいなツイートしたの、うんうんうん、でも応援していこうと思いますみたいな、うん、吉田が何を感じが、なんかボケなのかマジなのか分かれへんけど、うん、ありがとうございますみたいなリプを返してきたのよ。あ、俺のことやろと。そう、あ、なるほど、だからブロックしたの。いや、理由分からん分からん分からん、そんなそんなこともないしやな、別に。だ、今後もこういう絡み方をしてくるならこいつは俺とお友達になりたいのかなって。俺はあいつと友達って感覚がないから。あ、なるほどね、うん、うっとうしいな。いや、悪口やけ、最後。シンプルに。案の定やないか。だ、ブロックしました。だから早かったもんね。早かったね。早かった。だから、モーダイドリフトが終わって、まあ、解散ってなってから、もうすぐもう。そうやった。俺、そっからツイッターを始めたから。そうやな。うん。で、作りたてで、あいつが変なリポ返してくれたから、もうこいつはええわ。って思って。もう、そんなんの10年、あなた方。ずっと意地らしい。もう、仲良しやん、あんたも。いや、もういいやろ。してた時期ない。解放されたもん、俺は。あ、ほんまに？そう、もうこの吉田という呪縛から解放されて、俺はやっと自由になりたかった。あいつやった、呪縛。あいつやもん。呪縛10年間の。あの顎が？そうだ、もういいわ、と思って。ちょっと恥かしてもらいました。あ、なるほどね。はい、まあ、今後もそういった人と若干の距離感を保ちながら。ちょっとね、そうですね、もう、つかず。まあ、離れ、うん、離れてるわけじゃん、うん、できるだけできるだけ距離を置いて離れずとは対岸の火事を見るかね。もうそうですよ、もう間に川行ってほしいみたいな感じでね。あ、ほんまかいな。見ていこうとは思います。だから、そういうとこですよ、やっぱあなたがやっぱ元イエローをこう、あ、ももちゃん以外ね、ももちゃんはあの元々ももちゃんとこう、うん、話盛り上がって、あ、じゃあやろうってなった。あ、そう、令和サイレントは、そうそうそう、で、令和っていう名前つけてみーへんみたいな。あ、うん、いいっすねーみたいな。もうアホの二人がおるぞ。うん、アホの二人がおった今。あ、そうです。あの、天王寺のカフェですよ。うん、スワンですよ。またお前、お前は人を口説くときはいつもスワンに行くな。お前、俺もそこで入ったわ。そうやね。そうやね。俺、大体の人間スワンで口説いてるから。もうこれはもう徹底しようと。そうね。そう、うんね。スワン行って、あそこで話して。令和やれへん。令和やりましょう。感じで。ウィーっつって。始まって。マフィもなんかその日おったから、あ、それでね、巻き込み事故食らって、いやー、ほんまあの子全然乗り気じゃなかった。なんとなく思ったよ、巻き込み事故や。あ、それでちょっと、まあ、そうそう、あんまその辺も知らんく、うん、なんかでもね、噂に聞くともう撮影とかも、あ、終わってますよ、もう終わってるんでしょ、何本か。早いよな。そう、短いやつを YouTube 用に上げて、うん、全世界に発信していこうみたいな試みで
まあいいのができましたよ。あ、ほんまですか。うん、コメディで聞きましたよ。そう、最初はちょっととっつきやすくコメディしようと思って。うん、ああ、そうだ、そういうことね。あ、戦略的にってこと。そう、やっぱでも一番やりたいのはホラーかなと思ってて。ホラーとか、ちょっと教訓じみたやつとかになるかな。もうお前も入ってきて怖かったよ、この家も。カリフォルニア風の部屋言うてさ、俺久々に来たらさ。カリフォルニアやん。お前びっくりしよう。だって時代劇流れてんねんで。そうやね。なんか謀反とか起こすの誰かに。じゃなんか年取ったんか分からへんけど、27歳なんやけど今。27やけど、その休みの日のお昼間に、うん、こうコーヒー飲みながらチョコレート食べながら時代劇見んのが最近のブームというか。外で遊べお前は。なんか外で遊ばんなったな。野原を駆け回れ、もっと外行かんなったな。ずっといてんの。そう、どうしても外出るとお金使っちゃうから。まあ現実的な理由があるわな。そう、撮影は結構すぐにあったんですか。もう1回だけ撮って、あ、ほんま、その集まった1回でもうかっちり交番表作って、段取りをポン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 と撮ってはっていう感じで。交番表あの、このセットのところはもうこのセットのところだけ撮影終わらせる、このセットのところは終わらせるみたいなので、あとは編集でつなぎ合わせるみたいなことをやって。初めてやから映画撮んのも。まあなあ、あんまやってやったことないことだもんね。何回か映画のオファーいただいて出ることはあったんすけども、全部おじゃんなってたんで。僕が関わる映画は全部。そう、もう大丈夫やと思うんでね、呼んでほしいんですけども。自分でやればね、そう、おじゃんなることないからね。そうやね、自分次第からね。そうやね、もう俺の気分一つやから。そうやね、そうっていうので編集ももう終わって YouTube に。え、あ、そうなん。そう、一本とりあえず非公開であげて。まだ俺ら見られへんよな、公開してないよな。まだ見られへん、まあ、してない。そう、一応予定では、10月に1本、11月に1本みたいな。お、だからゆっくりとる感じで。そうそうそう、うん、もうマイペースでやろうと思って、うん、っていうので、そう、まあ、ももちゃんとかりゅうちゃんとかにも協力してもらいながら。おー、りゅうちゃん。そうそう、協力してもらいながら。懐かしい。せやで、もう口説き落とした。プランクに行かんかったやつら口説き落とした。ちゃうちゃう、勘違いして。プランクに行ったやつ一人もおらんねん。そうだ、お前ってそこもちょっと勘違いしてる。そうやね。プランクはだって俺と古谷さんだけやもん。だけやもんな。だフルハウスみたいなのができて。あの新興宗教な。フルハウスっていう新興宗教があんねんけど。そう。どこに。でも非営利やから、あいつら。そうやね。利益は求めてない。フルハウスが一番分かれへん。何をしたいのか。フルハウスやんか。フルハウスも一回呼ばなあかんなと思ってんやけど。みんなで一段で呼んだって。何がしたいのかちょっと。あんたんとこのももちゃんも入ってんの。あんたんとこのっていうか、そのあれスパイよ、うちの。そうな、あ、スパイの。あ、知らなかった、知らなかった。言うてんや、しかも今。あ、言うてた。難しいの。あれ、うちのスパイやから。あ、そうなの。そうやで。ほんまに。うん、差し金で。入ってこい、言うて。そうそうそう。あ、そうなんや。そう。令和も一応。出ますけどね、バニーボーンも。あれ、うちの公園も。あ、スパイスパイス。あんま言うていくなって。そう、あ、言うちゃった。言うていくなって。プランクとフルハウスをちょっと探ってきてほしいっていう。無駄やな。そうやん。で、一応、令和サイレントフィルムズっていうのは、はい、俺一人のユニットっていう形をとってて。あ、出た。そう、だから、うん、いろんな人に来てもらいたいし。で、まあ、主力となるのは、その、ももちゃん、りゅうちゃん。うん、うん。っていう感じで考えてて。あ、ももちゃん、りゅうちゃん。おう。そうそうそう。りゅうちゃんもどこまで参加してくれるかはちょっと分かりませんけども。まあね、謎大きい人ですからね。そう、謎がね、多い。へえ。ももちゃんはまあまあ仲いいんで今、うん、だからもうスパイにどんどん送り込んでちょっと見てこい、ちょっとあの劇団気になるな、見てこいっていうのを、あ、そのいろんなとこにちょっと繰り返してて、鉄砲玉として、そう、うちの鉄砲玉で、大丈夫、あの子のコミュ力いける、引っ込みしないね、あの子。まあ慣れた人がおれば、ね、大丈夫なんでっていう感じでやるんですけど。なるほどね。でプランクの話とかも、はいはいはい、ちょっと聞きたいのよ。聞きたいなと思ったけど、今ちょっとチラッと出たんですけども、うん、別にコントに特化したわけじゃなくっていう感じやねんな。そうそうそう、うん、まあまあ言うて言うたら、そのね、うん、イエローで知り合った人たちが今回もいろいろ協力してくれるんで、うんうん、でも古谷さんという人がいますから、まあコント好き、うん、その二人でやりたいコントをやる、まあ、お話を作ってなった時に、うん、まあちょっと人が欲しいなと、うん、出てくれる人が欲しいなって、気心知れて、まあ、おもろいと思ってる人らと一緒にやりたいなってことで、うん、まあ、今の体裁になって11月に公演を打つっていう感じかな、うんうん、ファニボン、とりあえず、そう、ファニボン、そうです、うん、そうでございますよ、うん、道井くんとかもね、そう、そう、劇団アンカイミス道井くん、面白いよ、道井、面白い、ちゃんと喋ったことない、声でかい役者さんやろ、役者さんやろ、声がでかい、
ほんまに。いやなんかな、うん、イエローって結構特殊やって、その、うん、例えば俺とかはもともと全然演劇の知識もない素人やし、うん、吉田も言ったらまあ芸人崩れ芸人上がりみたいなところもあったし、うん、で新さんもまあ赤鉛筆に所属してはいたけども、別にその、うん、俳優になりたいっていう志望でもなかったじゃなかったもんな。なんか、まあ、ちゃんとって言ったらやけど、養成所とかに通ってやってたのは言うたら、まあ、ももちゃんと翔くん、うん、やったやんか。で、なんやろな、ミッチーのね、動きがね、一番なんかね、お笑いの人っぽ。めちゃくちゃ貪欲に、なんか、お笑いみたいなのをやろうとする。うち意外とやれへんかったやん。そのなんか、一発芸やりますとか。そういうことじゃなかったやん、一人も、うん。そういうのじゃなかったな。から、なんか、結構おとなしい感じやったと思うねんけど、うん、ミッチはね、ほんまになんか言ってないところでちゃんと顔でボケたりとかね、やる。いや意外と、うん、ちょっと後で叱ろうと思ってんけど、生かしたろうぜ。いや面白いなと思って。ミッチ君なんか変わったね。俺ツイッターチラチラ見てて、うん、なんか俺すごい美少年なイメージがあったのよ。いや分かるよ、うん、分かる。俺もそのイメージやった、うん、来てくれた時やろ、公演とか。そうそうそう、おしゃれな。昔やった時は綺麗な子やな、女装もしてたし。ああそうね、そう、うん、あやっぱこういうの似合う子なんやっていうイメージがあったんやけど、そうそうそう、なんか山男みたいな荒々しい。そうめっちゃ強そうになってて、惜しくなっちゃってる。そうやん、なんか前時代劇かなんかやったのかな。そう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 、やし、うん、まあまあ今回出るね、チャンスを、そうかそうか、劇団名さんの、うん、大阪演劇祭、うん、のやつでもまあちょっとこういかつめの、あ、それでか、ね、役どころもあるっぽいですから、うん、そういうところじゃないか。そう、チャンスをね、チャンス結構知り合い出るのよ。おはひろとですよ。そう、ひろとも出るし、こないだ俺出た舞台があって、あれ長崎町、長崎町のスターズ大阪にお客さんで来てた人をお一人くどいたの。くどいたというかお話しさせてもらって、あ、うん、役者さんがやっぱ多く来てたのよ。うーん、で、中でさくらはるきさんっていう男の子と知り合って、うんうんうん、その子も僕今度チャンソって舞台出るんですみたいな。すごいな、うん、ヒロポンによろしくなあの子ない、そう、うちのヒロポンがなと言っといて、コミじゃないからあの子意外と、そう結構みんな頑張ってるなぁと。へえ、うん、面白かった。さよなら龍馬もね、言ってたあのシリーズの1回目で去年やったら面白かった、一撃が絡んでたやつね。そうそう、あれもよかった。うん、うん、あとあれね、武井理沙も出んの。ああそうそうそう、うん、ファニボン、なんか出たがってたとかでやりたがってた感じかな。舞台に立ちたがってたっていうのをなんかね、うん、なんかそれこそあんたですよ、桃谷ドリフトの打ち上げで、うん、そうそうそう、なんかすごいブワーって言ってるっていうのを知って、うん、あ、ならまあねえ、言うて、あの子熱いね、なんか面白いで、なんやろうな、その AI の話をすごいされて、うん、なんか今後日本のみならず世界ではAI がその社会の真ん中になると。これは高本の方に送った方がよかったな。あうちじゃ抱えきれへん案件やな、それは。で、そんな中でやべえやつが失踪強気やん、今日は。AI がいずれ支配するみたいな話をしてて、ターミネーターみたいなね。で、そんな中で接客も AI がやるし、うん、計算も AI がやるし、うん、人間の仕事がなくなる中で、うん、でも演劇って人間にしかできないじゃないですかっていう話をしてて、だから私は舞台にこだわりたいみたいなことをめちゃめちゃええこと言う、言うてて、あ、やっぱ舞台続けたんやそんな感じとは思ってて、あ、そうなん、そういう考えのもと役者をやりたいみたいなはことを言うてたわ。怖いな、なんかそんな強い思いでコントやんのあいつ今からちょっと難しいこと言うな。コントも AI にはできへんからね。まあな、うん、まあな、その人間にしか点では一緒かもしれんけど。そう、あ、ほんまかい。そうそう、結構モチベーションが俺らとはまた違うかもしれへんけど、うんうんうん、高い子やなと思って。変わった子多いね。変わった子多いね、演劇の世界は。仕方ない。竹井さんは特にやと思う。うん、竹井さん面白いよ。なんか、そつなくこなせるなという印象があるな。器用なのはなんか見ててわかるかな。そう、ももちゃんはね、うん、まあ、コント好きやから、もともとコント好きで色入ったってのもあるから、うん、コントの感がすごいいいんですよ、うん、ここの間で言ってほしいとか、この言い方言い回し、うん、やってほしいっていうのは多分言わなくても伝わる部分が多いねんけど、たけるさんはね、もうある種忠実に台本に従って、あストレートにやってくれるから、うん、こっちが過不足なく伝えれたら
やそのまま面白くやってくれるし、でも力量がそのままでるやん、こっちの。あーほんまやな、うん、演出の付け方次第で。そうそう、面白いなと思う、人によって全然。ヒロトみたいやな、なんか。あーっぽいね、うんうんうん。あやっぱあの出身が一緒やもんね、もともとの演劇部で。あーそうそうそう、 G テルさん、 D テルさんかな、なんか、ね、演劇 D3 か、 D3、 うん、D3 か。はあ面白いな。うん、そう、その告知もね、よかったら。あ、ぜひぜひ。してもらおうと思って。ありがとうございます。はい。そう、あのプランクの、プランク、第1回、まあ、旗揚げという公演させてもらってます。パニーボン、うん、11月の23日、24日、うん、もういつもと一緒ナンバーサタンシアターですよ。あ、出た。トマさんですね。トマさんにまたお世話になります。はい。で、まあ、まあ、まあ詳しくはまた、Twitter、うん、なりなんなりで、うん、概要欄にもね。はあ、概要欄にも。出た出た、カジサクチャンネル丸々パクった。これYouTuber になろうと思ってちゃんと YouTuber やろうと思って。ちゃんと YouTuber YouTube で喋っていくんや。サイレそこはサイレントフィルムでは。そうやね、 YouTube ではサイレントじゃない、喋っていく。何も伝われんからね、確かにね、難しいからね。日本だけでやろうっていう感じまあなんで、まあまあ、まあイエローを見てくれた、見てくれてた人からしたら、うんうん、まあまあ結構系統としてはベースは結構似てる部分があるかなと。まあどっちかっていうとイエローを正式にちゃんとやり方引き継いだのはこっちやもん ね、まあ、うん、コントっていうところではね、うん、なんでまあまあ、 見やすいかなと思いますんで、うん、でね、なんかちょっとケンちゃんと同じ感じやけど、まあ、演劇のそのね、堅苦しい感じがとにかくちょっと苦手なんで、うん、僕も、うん、なんかなるべくこうなんか公演っていうよりかはなんかコントライブみたいな、あ、なるほど、ね、ちょっと敷居の低い感じでやれればなと思ってるんで、うんうんうん、演劇初めて見るとか、劇場まで足を運ばないって人も、うん、そんなに怖いとこではないんで、よければ来ていただければと思いますので、うんうん、よろしくお願いします。はい、はい、お願いします。僕も気が向いたら見に行きます。あ、全然来ないですか絶対に来ない。コント、あの差し入れだけ入れるタイプです。昔からそうです。いや、ちゃんと、ちゃんと行きます。でね、こういろいろ聞いていこうと思って、はい、メモ聞いてくるんでしょ、いろいろ。そう、メモしたんですけども、はい、前に俺は個人的に聞いたことがあったと思うけど、うん、そのプランクで今相棒としてやってる古谷さんとのこの出会いの話とか。ああ、もういらんな。そうか、結構面白い話やな。ない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 、友達やね。で、うん、古谷さんって人がいるんですよ。そうそうそう、デブでヒゲでね、すごい、人間、通常人間の6倍多く喋るって言われてる。まあ、よ、あ、彼もよく喋るからね。よく喋る、まあ、この辺に似顔絵ポンってやってきますけど似顔絵だよ、しかも、うん、似顔絵ポンって太ってんねんな、多分肖像権が多分得られなかったですね。こいつがね、こいつがいるんですよ、こいつがね。まあまあ大学時代にね、うん、全然そのコントと関係ない、うん、なんかもう本当に、なんて言ったらいいんかな、もう就職活動を、大学ってやっぱ参加者の方就活するから、うん、それをなんか1回生のうちから勉強しましょうみたいな。あ、なるほど。就活生のお手伝い、イベントのお手伝いをしながら就活の現場を学びましょうみたいな、うんうん、1回生のうちから。そういうキャリアサポーターっていうなんか大学の団体があったの、うんうん、でそこでなんか、まあ、俺も入って見てて、見学でその流れ入って、うん、で古谷さんがいたわけ、うん、で古谷さん当時はもう、まあ、今まで暗いですから、まあ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 、めちゃくちゃ暗い、うん、人見知りやし、人見知りで、まあ、ブサイクやし、うん、で、まあまあ、あんまりこう、愛入れることは正直なかったんですけど、うん、なんかのきっかけで喋った時に、まあ、あの喋りでしょ、うん、もうほんまに落ち着いてないじゃない、マグロよりマグロみたいな、もう止まったら死んじゃうレベルで、うん、俺も大概早口やけど、あいつの方がもっと早口やから、うんうんうん、まあ、これ面白いなと思って、ずっとまあまあ、仲良くはしてたんですね。うん、で、3回生とかなって、もうそのキャリサポ以外に俺、まあ、雑誌作るサークルとかもやってて、代表でやってて、で、その時に、忘れもせへん、京都の、だから夏の暑い日、これぐらいの時期や。うん、夏の暑い日に、だから、市場のモスバーガーに呼び出されて、うん、柳君、柳君、デュフデュフって言われて、言われて、何かな、デュフデュフって言いながら、行ったら、もうノートパソコンと、なんかこう、妙にこう、緊張してる古谷さんが、いるわけですよ。ほうほう、もう一人友達がおって、まあ、その3人で F カンパニーで作んねんけど、うん、おって、ちょっと 僕言ってなかったんけど、なんかずっと一人でコントを書いてて、うん、俺さ、つつもたせやと思ってんか、うわー来た来たなと思ってすぐそのビジュアルで来るかお前みたいな俺騙されへんぞと思って財布出しながらちょっと返そうなってでも要はだから誰ともやるわけでもないけど、コントが大好きすぎてずっとコントを書いてるから一回見てくれへんかって言われて、うん、見るならいいよ全然、俺もコント好きやし、そんな話するしなお前と、うん、で見たらそのコントがまあまあ結構単純やけど面白かったやんか、うんうん、
そう、一番最初に見せてもらったコントが今何時っていう名前の What is time now っていう名前のコントで、うん、今何時ですかって一人の人が聞いたらもう普通に時間聞くときって、まあはい、じゃあ12時50分ですって終わる話を、なんかすごい逆に大げさにして、何、ね、どうやって時間調べてるんですかみたいな、うん、もう一人の人の一言に対してみんながモノボケしていくみたいな、あー、はいはいはい、めちゃくちゃシンプルやけど、まあまあなんかそのドタバタが面白い感じのやつやってんやんか、うん、それ見たときに、あ、面白い面白いって言ったが最後やな、言ったが最後、言ったが最後でちょっとやろうってなってほうほうほう、そっから誘われてやけど、俺ちょっとその時もだ大学 のサークルもやってたって話、うん、サーク代表やったからちょっと今無理って、忙しすぎるから無理やから、うん、1年待ってっつって、うん、1年待たしてんか、うん、あ、半年か、半年待たしてん、うん、でその大学 のサークルが終わって、うん、就活するのと並行して作ったのが F カンパニー、うん、うん、フランクの前身となる、うん、そうね、 F カンパニーをそこで結成したわけです。そう、大学3回生4回生の頭ぐらいか、うん、に作ってで、というのが始まりか、うん、いうな、そうそうそう、なるほどなるほど、うん、そっからこうメンバーが集まって、そうで、元々言うたらその一番最初知り合ったキャリアサポーターのメンバーで、うん、後輩とか、うん、で、まあ、そういうのにちょっと興味があったり、学生劇やってる子もたまたまおったから、うん、うん、でその子ら集めて最初何人や、だから6人7人ぐらいで作ったんが F カンパニーかな、うん、なんか先生に古谷君は暗すぎるからみたいな、ああ、そこは1回戦の時に、そうそう、だから、会議が催されて、うん、で、キャリアサポーターのその、俺らの代が1回戦の時に、うん、古谷くんっていうのがおるけども、まあ、誰とも馴染んでない。馴染んでないのになんか来ると。うん、あ、逆にすげえメンタリズムやな。なんか来る。なんか来ると。いや、だから自由なサークルやからさ、別に、まあまあ、馴染まんかと、その、抜けるのも自由やねんか、うん。授業とかじゃないから。あ、そっかそっか。そうそうそう。まあ、部活みたいな感じやから。うんけど、まあ、俺はその友達と一緒に行ったりとかバーってしてたけど、普段行くのはもう いつも来て、なんか黙々となんか作業をしてその帰っていくから、あ、どうなってんねんあいつはと、うん、どういうつもりだってもう逆にもう追い込まれてて、俺たちのせいなのか、逆に なんだ会議が開かれて、古谷君が暗すぎる、どうしようか、でその会議でなんかどハム太郎の同時上映みたいな感じで、その会議の同時上映でしたのは柳井君はホモなんじゃないかっていう謎の疑いをかけられておかしいなっていう話があったね、うんうん、とにかくもう暗かったですから。そうなんやね、なんか初めて会った時にそのイメージ俺なかったから、その話を聞いてすごい面白かったのが、喋る量で騙されがちやな、みんなな、あ、そうやね、うん、よう考えてみよう、コミュニケーションじゃないからね、もうほんまにひたすらその確かに、ね、打ちっぱなしみたいな一方的な攻撃やもんね、コミュニケーションはまあ下手くそですなるほどね、早口で面白いこと言えるだけですからね話を、そうやねんな、そうそう、タイプ的にはでも似てるかもしれん、早口でこう、だから俺と、そうそうそう、あ、まあ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 な、うん、うん、俺のもうちょっと社会性あるもん、ちゃんと。あいつも社会性一切ないけど。うん、そうやねん、そこの違いやねんけど。そうそう、タイプ的には多分似てんのやろうなとは思って。そうね。うん。なんか、おらんかったんじゃ、あんまりあいつも。自分より早く喋れる可能性のあるやつ。せやろな。そこまで。口同士が集まって、二人しか分からない話でケラケラ笑ったってのが、まあ、F カンパニーの始まりかな。ほうほうほう、なるほど、なるほど。それがね、あったおかげで社会人になって、もう一回コントやりたいって。うん、俺が言い出したわけじゃないから、コントやろうって、うん、コントやれへんって言われて一緒にやったら面白くてハマって、うん、社会人になってもう一回俺が個人でやりたいなっていうのと、なんか F カンパニーみんな社会人になって誰もやってなかったから、あー、そっかそっかそっか、休止みたいになってたけど、もう F カンパニー好きやったから、うん、だから誰かが現役でやっとったらなんか F カンパニー続くと思ってな、うん、なんとなく一人現役でやってますから、うん、っていうことで探したのがイエローや。ああ、なるほどね。そう、イエローの公演でも F カンパニー結構まとまってみんなで来てくれてたとか、そうそう、来てくれてあったから、親戚の集まりみたいな感じで、あ、頑張ってるね高井くんみたいなやってくれてるから、まとまりはすごい強いなと思ってて、そうそうそう、なるほど、そういう始まり方があったわけですね、うん、あったあった、それも、うん、でも10年ぐらい、まあ、10年もないか、7、8年ぐらい前から、あ、そう、大学の時とかやから、うん、そうかそうかね、時間が経つわ、うん、っていうのがあったりとか、うん、あとはね、その、まあ、フランク以外にもいろいろやってるじゃないですか、音楽とか、あ、はいはいはい、なんかそういう話もちょっと聞きたくて、ちゃんとインタビューや、せやで。めちゃくちゃちゃんと聞こうとしてくれる。俺全然予想しなかったわ。ほんまに。思い出話して俺は思ってた。フランクの、ツイッターのアカウントとかたまに見させてもらうんですよ。うん。フォローせえ。フォローは、もう仲のいい友人と。から俺やちゃんと返すか。ちゃんと返すか。
終わったらちゃんと返すから。お前と小川博と一切返さない。ほんまに。何を把握つけたのか知らない。小川はイエロー系絶対返せへん。絶対返せへん。あれ絶対返せへんから。遠距離バンドだけ返してくれない。俺が趣味でやってるバンドだけそっちだけ音楽は精通してくれ。そう、遠距離もそうやし、フランクのアカウントとかでもなんか、歌のやつ上げたりしてるじゃないですか。そう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 。そうそう。ああいう活動も今後どういう展開していくのかなっていうのを聞きたい。いや、もう、遠距離もそうやし、フランクのアカウントとかでもなんか、歌のやつ上げたりしてるじゃないですか。そう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 。そうそう。ああいう活動も今後どういう展開していくのかなっていうのを聞きたい。いや、もう一個あるのは、あの、俺が何かをやりたい。例えば、ライブを、歌のライブをします。コントもします。まあ、フランクやね。やりますとか、あともう、喋るのも好きやから、例えばトークライブします。なんかやりたい、思いつきになった時に、常時100人集めれるようにしたい、ね。ああ、なるほど、なるほど。なんかもう、有名になりたい、ドーンとか、ではなく、単純に俺が何かやりたい、イベントやりたいってなったら、俺に集客力が100人欲しいんやんか。まあ、一定数欲しい。一定数欲しい。うん。ってこ、ってなると、自分の好きな時に好きなことを見てくれるお客さんがずっといる。うん、好きなことできるっていうのもあるし、例えば誰かと一緒に何かやるときに、なんか名刺になるやんか、それって。集客力あるってやっぱ正義やん、ちょっと。まあまあ、この。この世界では正義を。うん、それが全てよ。そうそう、あると思うから、っていうの、っていう状態にしたい。から、でなった時に例えば歌も、まあ普通に7っていうアプリがあって、ああはいはいはい、そうそう、音楽アプリがあるんです、カラオケアプリがあって、まあ、そこで歌とかバーってやったりとかしてるのと、F カンパニーじゃないわ、コントって全く別のアカウントとかでやってたんやけど、もう全部やらないともう全部取り込みたいと思って、ギュッとしたのがプランク。あ、そうなんや。さっきも言ったよね、コントだけじゃなくて本当にいろんなものを取り入れ そうそう、俺が何かやるときにプランクという名前があって、例えばそこにファンが100人いると、絶対来てくれるファンが100人いると、でプランクが何かやるイベント、あ、多分なんか分からんけどおもろいんやろな、行ってみようかっていうのが100人欲しい。あー、なるほど。そう、あのプランクはもうジャンル問わずやるユニットみたいな感じで、まあそうやな、だからほんま都合よくやろうと思って、だから公演やるときは劇団プランクって名乗るし、プランクっていうバンドになっても別にいいし、あー、そのうち法人化するかもしれない。法人化するかもしれないね。投資規模とかってかもしれんけど。そうそう。かなと思って。なるほどね。あ、そこにちょっと紐付けはされてるんや。なんかいろいろ考えた時に根源的にやっぱ歌とか演劇とかって全部好きやねんけど、もうその前提として人に何かを見せてすごいとか面白いとか言われるのが好きやねん、多分。多分、やる人ってそうやろうね。そう。結局それを満たすために手段として自分がちょっとできるもの、まあ、歌がやったりちょっとおしゃべりがやったりとかっていうのを選んでるだけやと思うから、なんか根源俺が人気者になりたいだけやから。あー、なるほど、ね。じゃあコンセプトとしなんかそうガッチリしたコンセプトじゃなくて、そうそう、もう多ジャンルやるのがプランクみたいな、トリプル A みたいな感じだね。そうやな、カットであかんねや本人的にも手応えはなかった。 なんか、まあ、違うなそうそうそう、そんな感じですかね。なるほど、なるほど、それでか。ですですです、で、ちゃんと考えてきてくれてる。そうやね、ちょっとここからこう多分予想してたような質問なんやけど、だイエローの中での話とかを。ああ、懐かしい、懐かしいか。もう懐かしいですね、僕は。懐かしいな、懐かしい。リアルイエローユニットでしたっけ。言えてる言えてる言えてゆっくり言えてるだけやな、それ。ただリアルイエローユニットという劇団やってて、言い慣れてますね。そう、やっぱね、6年間使い続けた名前ですから。そりゃそうですよ、はい、そうです。久々に言ったリアルイエローユニットって。何、なんかもう隠してた、ちょっと起きる前に言うで俺。嘘やばな、起きる前に起き寝てる寝言やろ、寝言やん久々に言いました。久々に言うと、なんかもうイエローの話することなんかないから俺。いや、お前は、お前はそういうとこがある。なんかね、孤立したね、完全に俺だけ。あー、もう行く現場行く現場がもう最近イエロー無関係やから。あー、まあな、っていうのがあるから、見に来てはくれてた人らやけど。あー、そうかそうか。もうイエローの俺としては誰も扱ってくれてないわけや。もともともう一人のケンちゃんとして、ケンちゃん一人のケンちゃんとして、一品のケンちゃんとして扱ってくれてるから、久々にイエローの話もしたんやけど。あー、そうね。そう、イエローってズバリどうでしたってこと、もうざっくりした質問になるんやけど、どんな劇団でしたみたいな。そうね、いやでも面白かったと思うけどな、ありがたいなと思う。そう、毎回終わるたんびに高本ちゃん今回も舞台に立たせてくれてありがとうみたいな言い方はそうやるけど、LINE とかでね。そう、できひん
と思ってて、社会人になってコントって、うん、F カンパニーってまだ学生時代で時間があって、うん、で古谷っていうのが座長におってできたけど、うん、社会人になってコントやりたいって気持ちだけはあったけど、うん、団体を立ち上げるノウハウもないし、うん、だからまあある団体に入れてもらおうって、舞台に立たしてもらおうっていう気持ちでやったから、うん、でそれでだって俺5、6、7、8、9、10で、まあ8、1回出てないけど5回ぐらいはイエローとして舞台に立たしてもらってたから、うん、もうありがたかったな、うんうん、単純になんかしかも自由にやらせてくれるやんあんた、まあね、まあそんなに、まあ、嫌いの嫌いに言うことはあっても、うん、結局こうまあなんか決められた枠の中で遊ばしてくれるから、うんうんうん、あーありがたかったなと思うけどな。ああ、うん、なるほどな。全然予想しなかった感じやろお前。なんかピクピクしてるけどなんか何言うと思ってたの。なんか感謝系で来ると思ってなかったからやろう、うんうん、俺もびっくりしてる。なんかボケたろうかな思ったけど、ちょっとそれもくどいな。もうええからな。バランス感覚大事やな。大人やし。大人やから。大人やし。大人やから。そう、だから毎回公演終わった後にそれは LINE とか。そう、言う言う。全然言うよ。うん。そう、Twitter とかでもなんか、チラッと見てたんやけど、うん、ああ、言うてるまた。そう、なんか好感度上がるかな。言うとけ言うとけ。ああ、全世界にも発信するんだ。そう、今回もありがとうみたいなの言うてたから、うん、そう結構長いことってだって結成 して2年目ぐらいで入ってきて、そうで会社まで行った。そうやね、そうやだからまあまあ古参のメンバーの一人では4番目ぐらいの。だからあなた吉田龍ちゃん俺ぐらいとかも。そうやそうやそうや、そうやそうや、今となってはうん。で有象無象がおって、うん、てっぺくんより多分長いイエローだけで言うと。いやてっぺはだって1年だけやもん。あ、まあそっか、うん、結成した年だけやん、うん、初年度におったからなんかすごいレジェンド感あるけど。そうやねあのみんなね神格化しすぎやん。いやお前や一番してんの。吉田や。あ、吉田か。吉田やな。吉田はしろはてっちゃんそうか、てっちゃんそうか。俺はもう普通の友達として接してるだけで。そうやね、確かに。大阪来たら絶対泊まりに来るじゃん。かわいいな、てっちゃんかわいい。宿代が、宿代が隠さへんそこも。お金がないから泊めてくれ。ええ子やん。一回あったけどね、あの練習見に来てくれたことがあって、あの慰問に来てくれたね。そう、慰問に来てくれた、うん、面白かったね、やっぱね。面白かった、さすがやなと思います。面白いな。イエローか、イエローどうでした、うん、あ、まあ、あとまあ一個今ちょっと考えながら思ってたのは、うん、割とほんま圧倒的にっていうか奇跡的に人に恵まれたなと思う。まあ人には恵まれたな。なんかまあ、いや、いろいろあったよ、うん、そら、もうまあね、言う名前みんなやめとこう。そりゃ人がねこういろんなところからいっぱい集まってくるわけやから、いろんな人がおるわけ。入った時でやばかったもん俺。あの時一番やばかった。俺交通整理してから入ってんね、うん、あの時はもう公演打てるような状態なかったから。そうやな、ちょっと来てもらって申し訳ないなっていうのはあったりしたんやけど、そっからこうなんとかね。まあね、人が入ってきた人が多かったね。うん、そやわ。俺と同じタイミングでだからまあサンちゃんが入って、ああそうや、あんなやつおったわ。笠野さんと。そう、なぎちゃんが結構来てくれて立て直ったっていう感じはあるから、俺もそこをちょっと感謝してて。お、出た、感謝系。そう、感謝系。感謝系 YouTuber。 感謝系はもうだるだるだる。ハジとかやつ。ハジとかユーチャリングするやつ。そう、まあまあ、ね、おがちゃんとあのマフィが入って、そう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 、その7回のね大乱闘の時に、まあ、を形作った翔くん、そうそうそう、しんくん、ももちゃん、なおちゃん、なおちゃんもおったな、入ってね、うん、よかったよね。そう、 あれがでも一番最後のメンバーか、入ったのは。あの、そうやね、そうそう、まあ、そっからだってもう結構固定されたから。そう、あの夫人で3年ぐらいやったもんな。だって長かったね。長かったね。長編もやったし、長編もやったしね。なんやかんや挑戦はしたよね。そうやで、うん、10回打ったからね。まあ厳密に言って9回か、3回やってたから。3回目はちょっと俺の判断で飛ばしたから。そうやな、うん、からまあまあ9回やってる劇団ってなかなかの歴史は、なかなか頑張った方やと思う。もう傷のなくなった劇団よかったねっつってるだけやけど、生前のあの人はみたいな、よかったね、感じですけど、まあまあ頑張ったなぁとは。まあまあ、まあ、あとになって思うな。その他の劇団が結構やっぱ解散してるとかの見る中で、そうそうそう、その10回続いた劇団って結構ない。ないないない。で6年やん。劇団立ち上げるのって楽しいやん。最初は、ね、団体立ち上げるのとかだ。そうそうそう、サイドフィルムさんも多分思うと思う。最初すごい楽しいやんか。そう、今はね絶対楽しいんやけど、ドラゴンも楽しくやってんねんけど、うん、やっぱり続けるのが大変やな。だよく言われるのが、劇団って第2回目が鬼門っていうやん。
あそう2回目で絶対メンバー同士揉め出したりしだすっていう、やりたいことがあってやる1回目そうで成功してまあまあそうそうで最初やからお客さんも来てくれるし、ね、旗揚げって言ってたら、うん、2回目からお客さんもちょっとずつ離れていったり、その1回目がつまんなかったりしたらそうやねんなっていうのはあるし、怖いね。だから、まあ、1回目の後が怖いんか。そうそうそう、2回目もなんとか、2回目でまあちょっといろいろごたごたはあったけども、2回目が最高傑作やってんの当時は。あ、そうやね、2回目が一番良かったかなみたいな、うん、あ、でも一番良かったのは6回目かな、俺人間交差点から。ああ言うね、うん、あれはでも評判も良かったし。7回目じゃないんよ。7回目じゃない、7回目はもう笑いにこだわったやん、笑いを取ることに。うん、で俺のお客さん、俺が呼ぶようなお客さんは別にそういうのが見たいんじゃないね。うーん、だから6回目って結構俺色出したやん。まあ踊ったしな、踊ったし結構俺職出させてもらって。そうやな、俺が呼んだお客さんとかは結構喜んでくれてたり、うーん、あ、やっぱ高本ワールドだよみたいな、あ、ほんまって言うてくれてて、俺は6回目かなと思って。へえ、そっかそっかそっか、やっぱ7回なんや。まあまあそうやな、やっぱなんか一番、うん、お笑いやったやろ、そうそう、笑いが多かった、笑いに特化したのはそこやね。で今の、今のじゃないの、もう最後の、うん、もう今はないからこだわるな、言っちゃったね。お前が言ったらまだできるで、でも言えろやれへんもん、ね、倒れる倒れる倒れるじゃない今のね、問題のリフト7回で形作られてん、その最後まで続くそのイエローの形が、あ、まあまあそうか、っていう感じがあったの、うんうん、大乱闘で仕上がったみたいな感じがあって、そっからこう今いるこの形の中で、今あるこの形の中でどういう挑戦をしていくかみたいなつながったと思うから、うんうんうん、ああまあね、うん、結構、まあ、形はできたわな、まあ、そっからメンバーも変わってへんっていうのもあるしな。そうやね、メンバー変わってないやんな、うん、そっからほぼほぼ、うん、3年同じメンバーっていうのも珍しいことだと思うし、うん、まあちょっと抜けはあったけどね、うんうん、何かは抜けた、裏方回ってくれたりとか、あ、そうそうそう、まあ、おばちゃんがまあ個人でね、ソロで行ったりとか、そうそうそう、倒れたりとかね、俺がお前も倒れた、うん、倒れた、一番おもろいなと思った公演だけ俺出てんねんな、しかもそうやね大乱闘って言ってるけど大乱闘出てないから面白かった見てて面白いことやってるわと思ってそらよかった。本はでも4本出してんで、ね、俺そうやね、本はいっぱい書いてくれて、ね、やっぱ笑いに特化する舞台ってなったら俺やっぱそういうの苦手でそうやね、もう言っちゃうねんな、俺の本があんまり選ばれへんって言っちゃうね、笑いとんの苦手やな、うん、マジね。でもコントやりたくて始めてんやろ、イエローも。コントというか最初別に俺吉田に聞いたら分かると思うけど、うん、てっちゃんと木島さん入る前やったから3人だけで、うんうんうん、俺こういうことがしたいっていう本をてっちゃんと吉田に渡したの、うんうんうん、それ一個ももらえないやつやねそうなん、最初そっからや。あ、そうなん。そうで、それでそのてっちゃんとか後で木島さんって人が入るんやけどもといろいろ話してて、やっぱ芸人さんなんやから芸人さんが作るお笑いみたいなことやろうよみたいな言ってくれて、やっとコントちょっと酔ってんや、そっちに。そう、短編演劇っていうのがもともとやりたかったことなんやけど、オムニバスで、いや、それで6年も続けたな、もう6年やろう我慢の6年なんかそうやねん、そうやねん、そうやねん、お前が、なんかだ、もう最初から俺自分なんかなかったんだだから入ってきた時に激白やな、もうだからもういいや、もう内撃団なんだから、内撃団の話やから、内撃だよ、内撃で。だもう俺はもうある程度もう自分がない状態やったから、なぎ、うん、ちゃんがもうコントしたいくて入りましたって言ったら、あ、じゃあコントやりましょうって。あ、そうなん、なったね。はい、じゃあみんなで楽しくやる方がいいやんっていうのに、まあ、もう気持ちが変わっちゃってたから、最初はそうやで、真面目なことやりたかったんやろ。あんた真面目やもんな。そうや、根がね、俺ずっと思ってるもん、働けばいいのにって仕事できねえから働きゃいいのに。いや、最近頑張ってるよ。好きなな、古着屋さんでしょ。そう、ちょっと時給上がった。あ、よかったな、よかったよかった、別によかったな、生活が楽になればいいな。ちょっとだけ楽になるちょっとだけ上がって、社員になれよ社員になれってまだまだそんなレベルじゃないどこに厳しいんでしょ。古着の世界は深いですから古着屋回ってやってんやろ。古着屋さん巡りも好きやね、うん、そう、古着屋で働いてて8時間古着を見続けるわけよ。
8時間も嫌になるほどこう古着を見続けた上で、うん、帰り道古着屋さんに寄ったりとか。いや、なってないな、なってないわ。いや、だから社員さんとかってもう古着見たくないってなってんねん、うん、仕事になってから、もうヴィンテージなんか見ても全然興奮せへんとかってなってんやけど、うん、まだそこまで行ってないの俺。あ、まだ全然。そう、あとでも1年2年したら俺もそうなるんやろなとは思ってて。古着に慣れた。そう、古着に慣れちゃったらそうなるんやろな。今まだちょっと新鮮というか、まだ好きやねまだ学ぶこともあるやん、働いてる中で。楽しそうな仕事の話するもんな。楽しいよ、ほんまに。楽しいで、ほんまに。こないだぞ、するその話。いいよ、いいよ、しよう。する、うん、あの、リーバイスの66前期っていうのが入って、あの、66前期って型番が、はい、501の。で、それが入ってきたのよ。で、俺、そう、社員さんの人に、こう、いろいろ教えてもらってて、うん、66前期って何年モデルやと思うみたいな言われて、66やから66年じゃないですか。ブーみたいな言われて、うん、47とかは47年モデル。それは正解やね、はい、ただ、66前期っていうのは、70年代やねみたいな。なんで教えてもらって、うん、ただ、あの、ロット番号が66なだけで、うん、66前期ってモデルは70年代に作られたものなんやでみたいな。ああ、年代じゃないんやね、66を表してるの。そうそうそう、そうやね。で、66後期っていうのもあんねんけど、うん、それも70年代後半から80年代やでみたいな教えられて、あ、そうなんすねみたいな。で、これ赤耳があるやろ、その特徴があるのや、うんうん、リーバイス501で定番モデルでも年代によってこうついてるパーツが違うかったりとか、そんなの説明してもらって、あ、これ雑誌で見たやつやーって、うんうんうん、俺はもうすごい興奮してんねんけど、うん、超冷静にそれを説明してはる先輩が、ウィキペディアのような解説を。そう、俺休憩時間も俺66前期の話したくて、うんうん、その人について回って一緒にご飯食べながらしたかったんやけど、うん、なんかその人はもう昨日見たお笑いの番組の話をしたかったみたいで、うん、もういいみたいな結局もう全然66の話でいいんやけど。せやねん、もう結局仕事中だけでその話終わっちゃったから。そういうなんか勉強も、少年のような楽しみ方してるの。楽しい、もう純粋に仕事が楽しいっていいね。やめちまえよ、もうサイレントビルも働けばな。サイレントもやるサイレントもやる、古着もやる。古着も、うん、二足のわらじ。なんか絡めたいとか思わないんですか。例えば衣装そこが取りたいとか。あ、でも言うてくれてはいる。なんか、あ、そうなんや。なんかやるときに、その映画とか撮るときに衣装協力とかあるよな、結構してんねんって、うんうん、で、あの堀江店、言っていいんかな、古着屋ジャム堀江店っていうところに、うんうんうん、あの鳥居みゆきさんが常連で、鳥居みゆきさんっていう芸人さんが、知ってるよ。そう、大阪来たときに絶対寄ってくれる。そうなん。そうで、鳥居さんが出る映画とかには絶対提供してたりとか、っていうのをしてたりとかってしてんやって。で、今そのジャムから衣装を借りるにはみたいな交渉をしたりしてなかったりっていう。うん、じゃあしてんだろうな。そら、まあ、ふわーっとね。ほえー。してたりとか、まあ、あっちの人らもちょっと応援してくれたりしてるから。まあまあ言うてたね。だからすごいその、うん、歓迎的というか。そうそうそう、うん。理解してくれてるから。理解のある方で。っていうのがあったりとかっていう。あ、いいね。うん、なんかもうちょっとなんか気持ちも入るやん。自分の好きな服とか、ね、まあ、思い描いたものを。古着着て芝居してるっていうね。ワクワクしちゃう。ワクワクやでも。66前期とか借りてね70年代な逆にこう汚したあかんっていう気持ちで小さくなっちゃう、小さくなっちゃう、芝居が小さくなっちゃうっていうのがあったりね、してますよ僕は。楽しく、楽しいですよ人生。あなたどうでした、イエロー、どうでした、イエローどうでした。あの、さっきも言った通りでも我慢の6年もう楽しいこと言わへんわほんまに、もう終わったもんに文句ばっかつけてあんた。いやでもやっぱでも背負ってたんやろなと思ったのが、うん、あのめっちゃ緊張したな、イエローの舞台って。まあ一回言ったな、うん、イエローの公演ガッチガチになんねん、なんか外部も出るやん。そう、外部はもう言い方悪いけど、あの誰かが失敗しても俺のせいになれへんやんかいや、まあ、あの座長としての立場じゃないからってことだよ。そうそうそう、うんうん、だからそれはもちろんフォローせなあかんから、助けるけど、それがフォローできへんかった時にこっちに責任は回ってくるけども、イエローはそうじゃないやん。誰かが失敗してもきっと俺のせいなんやな、これは世間的にっていう考えになっちゃうのよ。しょってるな。なんかね、変に責任感だけは強い性格やろな、もうこれは、うん、っていうのがあって、ものすごいこう全然楽になれへんかったんだよ、そういうので。あ、ほんま、うん、でイエローの舞台ってものすごい力入ったし、グーってなってたんや。そう、ガチーンってなったし、飯食わへんかったもんな、あの休憩中とか。あ、食われんかった、まあ、それみんなやけどな。
カツ丼俺だけ食うてた。そうや、なんか中尾とか言ってたよ。そうやね、ガッツリみんな分からんけど、なんか腹立った目で俺のことみんな何食ってんねんみたいな。そう、凪ちゃんとヒロとはもうずっと食ってた。吉田ですらな、ちょっとあんま食べへんというかな。そうやね、ちょっと落ち着くのにな。あいつはもともと緊張しいっていうのがあるから、まあ、ね、まあ、どこの舞台でも緊張するんやろなと思ってたけど、ほんとみんな食べへんよ。そうやね、よその舞台とかでも俺ももともと緊張しいやから、ある程度の緊張はすんねん。まあまあ、はい、そう、この間もイエローを辞めて初めて舞台立ったんやけど、それもやっぱある程度の緊張はしたんやけど、うん、あそこまでじゃない。えずいてるもんな、いつもうわーって言ってやってるもんな、うえってなんもんしやもん。あ、生まれるって思いながら見てるもん。だ、普通さ、あの、例えば2日で昼夜4公演やりますってなった時に、もう千秋楽なんかちょっと力抜けてるよ。そうやね、まあまあ、そう、実績ができてるから。うんうんうん、千秋楽でもあかんもん、緊張すんねや、イエローの公演は。もうほんまにそんなにかい。だから、もおもれ同盟大阪本部でございます。よろしくお願いします。本日はブランクから柳さんが来てくれました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。おもどりの千秋楽、俺覚えてるわ。なんか落ち着こうと思って、うん、缶コーヒー飲んだのよ、うん、で、もう緊張で胃液が出すぎてて、うん、コーヒーなんかカフェインが受け付けへんかったのよ、うん、でも本番前にウエってなってで、黒気な。そう、でシン君もなんか逆流性食道炎みたいなのやってるやんか。似たような病気をしてるやんか。もうみんな弱いね、イエローの人みんな体で、なんか背中さすりながら、わかりますわかりますなります、コーヒー、ててそうコーヒー飲むとなるんです、わかりますやんねん、みんなやんねん。せやねんな、とにかく うん、なんか変に背負ってたな。あー、まあまあね、うん、まあ、責任感というかね、そう、まあ現場責任者ですから。そうそう、まあ部下もやったしっていうので、でもう後半とかになるとさ、ほとんど俺作品にはノータッチやったやん、ほとんど。まあまあまあ、そう、自分の本には演出つけるけど、うん、まあ作るのもだいたい演出とかも任せたりしてたやんか、うん、まあ本ごとになってたもんね。そう、それでも緊張するかって思ってそうやで、もうそうだったらもう責任とか、そうやもん、ある程度演出には変えた人になるからね。そうやん、ちゃうねん。でも箱はイエローやん。ああ、まあそっか、うん、その箱を作ったのはもう俺やん、まあ、って考えると、ああやっぱ俺がしっかりせなあかんってなってて、やめた後のだから力の抜け方がすごくてでもレイは気ぃつけよ、あんまりあんまりしょいなよ。しょえへんしょえへんレイはもう俺一人やから。ああ、そうか、そうね。でも道具とかも全部俺が用意するからって言って、もともと始めてるから、だからもうやめたくなったらやめるし。ああ、まあまあ、うん、そっか、なんかしょうがないなと思ったら簡単にやめるしっていうのがあったり。よくぞ続けましたね、じゃあ6年も続けたね続けた、ね、ええ話してくれよほんま頼むから。ええやんな、7回目の大乱闘で大湯袋とかさ。あ、初めてね。あるやん、いろいろ。そう、大乱闘で初めて大湯袋を。忘れてるやん、もう。全部。書いた。ええことしてんねやん、多分。そう。初めて大湯袋を書いて。満員やったんですよね。そうそう、満員で。入られへん人ってな。当日券求めてきた人とかちょっと断っちゃったりって、ほんまに一番輝いてたね、あの時、イエローが。うん、出てないけどね、出てなかったよ。あの時俺初めて、その俺人間交差点でも確か渡したかな、なんかお入りじゃなかったけど、いや、もらったもらった、うん、なんか辞めるメンバーが何人かおったから、うん、まあ、記念にってことでお世話になったしっていうので、お入り袋みんなにメッセージ添えて渡したと思う、はい、で大乱闘では本当の意味でのお入り袋を初めて渡して、そうで俺なんかおかんに言われてん、それ、ちーちゃんに。おちーちゃんになんか、そのあんた座長としてやってんのみたいな。なんかおかんチェック入ってんやん。そう、あ、やらしてもらっております、ね、でなんかしくしくと人間交差点結構入ってたんちゃうのみたいな、うん、見に来てくれてたから結構入ってたやんか、うん、大入り袋みたいな渡したんみたいな、なんか知ったかぶりで言われて、なんか演劇のこと知らんやろなんか
大入り袋ってあるらしいな。声でかいな、ちいちゃん。あ、ちゃんと渡しましたよって言って、うん、あ、おー、渡した渡した泣いてるでしょ、言うてからな。実はお前のことやからと思って買うてきててんって言って、へえ。で、俺おかんできるな。おかんできんねん。で、中にあれ五円玉を普通入れんのね、うん、またご縁がありますよって言って。ああ、そうね、意味を込めて、うん、だから人間交差点も五円玉入れてたことないけど、おかんにもらったお入り袋全部500円玉入ってた。いや、もう大きな。そうで、あれだって関わった人間10人とかやろ、うん、照明さんとかも入れて、ね、オペレーターも入れて10人ぐらいやから、まあ安い額じゃないやん、そんな。まあな、うん、そんな用意してくれてて、それをまあ今回から入ったイエローの子らもおるから、うん、まあ、記念にほんまにお入りやったしっていうので渡したっていう。じゃああれ、ほかんが用意したやつ、あれはちいちゃんやねん。なんやそれは、うん、ちいちゃん、なんもない話。ちょっと待ってって、お前は思うやんか。お前って言ってたやんけ、お前。裏にさ、うん、メッセージは手書きで書いたで、俺。だから、ごとの話だよ、さ。え、おかんのあれ。じゃあ、俺も用意はしてたやんけど、五円玉っていうのがおかん的に気に食わんかったみたいで、うん、ちゃんと渡したい。だけしたことすんなって。いや、そういう意味じゃないねんけどな。ケチケチすな、ボケ。あ、そうなんや。だから、あの、俺、大入り袋買ってたにも関わらず、あっちも用意してるわけやんか。うん、まだいっぱいあるで。大入りだらけ。そう。ほんまに、もろで帰ろうかな、俺さ。だ、そっから、大乱闘から大入りはなかったわけやんか。やめとけよ。やめとけ。だからもう、たまる一方よ。ドヒンは落ちとんねん。大入り袋たまる一方よ。いや、ほんま、あ、そうなんや。そうそうそう。へぇー。っていうのが。知らなんだ。やっぱでも気持ちいいな、あれ渡すときね。うん、まあ、うん、渡す方もなんか気持ちいいやろな。そう、やっぱありがとう、集客ありがとう、お芝居ありがとうって気持ちで渡せたから、うん、そうね、うん、あれはいい思い出だ。いや、よかったよかった、うん、まあ、出てないですけどね。まあね出てない出てない、ね、そや、俺その後のさ、エイスワンダーでの爆発っぷりが、だ7回大乱闘出れませんでした。 あ、俺かい。そうそうそう、第7回の大乱闘出れませんでした、うん、で第8回エースワンダーで復帰しますの時の爆発力が俺すごいな。楽しかったな。爆発やったやん、もう、うん、ドカーンって言うてたもんな。ドカーンドカーンって言うてたもん。聞こえたもん、爆発音が。俺の破裂音が。そう、うん、で俺もう最悪の場合、客席でその日見てたから、うん、病気してたから。そうやな、うん、でも最悪の場合俺桜やろうと思っていらんかった。ドカーンやった。よう受けてた。めっちゃ受けてた。よかった。そう、長編でね。そう、初めて長編あってね。で、ああいうのも本当は、でもああいうのもしたかって俺ちょっと俺のわがまま入れさせてもらった公演かなと思って。やりたいやりたいって言ってたもんな。そうそうそう、意外とな。まあでもみんな短編好きやねんな。うん、乗り気じゃなかったね。いや、やってる時は乗り気やで。で、やった終わった後に、うん、次じゃあどうするってなった時に、あ、まあ、うん、立ち返ったみたいなこともあるな。うん、コントしたいって難しいとこやな。だからもうイエローで入ってくる人と、まあ、俺なんかも含めてやけど、うん、ケンちゃんのやりたいことがちょっとこう離れていくというか、時間経てば経つほどやね、だんだんずれていって。そうや、ね、うん、で俺はもうずっと我慢してきたものがあったから、もうそれでいいやと思ってたんやけど、うん、なくなっちゃうと思う。あ、つらかったな。あ、今にして思えば、あ、つらかったな。結構役者として大事な時期を無駄にしたな。知らんじゃん、無駄って言うな。なんて経験や経験。ほんまに、そうか。そう。で、まぁ、あ、10回ね、区切りに。10回ね。ですね。10回はもう文句しか出へんからやめとく。でなん、文句いいなって。文句は言うとあかん、そんなあんた。だって俺、総集編なんかやりたくなかったもん。不仲や。不仲や。俺最初に言うたもん、俺吉田とか言うとき、言うとき、言うときもんけど全部言うとか。俺総集編性格的にやりたくなかったん。まあ、言ってたよ、覚えてる覚えてる、うん、そうそう、やっぱ新しいことを常にし続けたい人やから、その前にやったことをわざわざ蒸し返して、それをメインにしてやる。でもアンコールは、アンコールは別に最後にやるよ。いや、もうむずいって。アンコール昔のやつやってるよ。じゃああれはまたアクションなんか長くこすってんの、あれはまた違うね。そのなんか、あんねや、自分の本公演のメインにしたくなかった。メインディッシュにしたくはなかった。まあ、アンコール言うて負けではないけど、ちょっとまあ、そうそうそう、サービスみたいなところあるもんな。あれはもうお客さんへのサービス、うん、じゃなくて、その本公演のメインに総集編持ってくるのがちょっと嫌やって、ずっと言ってて、俺はそれは総集編はやれへんよみたいな、うん、吉田がご利用した、吉田がご利用したな、吉田がご利用したんや。でも俺も別にどっちでもええかな、うん、まあまあ総集編やるならやるで、うん、
俺あの時点でもやめようと思ってて、実は。はーい。だ次のインタビューで考えてたんやけど、イエロー解散のことに関してみたいなのを聞きたかったんやけど、まあその流れでいきましょう。多分繋がると思うから。うん。うん、だ多分。気楽さくの時だよ。カリフォルニア風が生えてきた。そやで。暗くなる。カリフォルニアの夜は暗いぞ。暗くならへん。暗くならへんから。あ、で。まあ順序を追うと、はい、まあ桃取りの稽古期間中にまず、うん、なぎちゃんが抜けたい。そうやな、そうやんねん言うて。でもそれはネガティブなものじゃなくて、ブランコをやりたい、うん、新しい団体を立ち上げたいっていうの でそれはもともと自分の箱を作りたいっていうのを聞いてたから、うん、まあ、いずれその時が来るやろうとは思ってた、うんうんうん、まあまあまあと思って、ゆるい予告はずっとしてたもんな。そうそうそう、早くからしてたもんな。そうそうそう、最初から聞いてたから、まあまあそういう日がいつか来るやろうなと思ってた。来たと まず聞きました。でその後吉田が辞めるって言い出した。あ、吉田か次、うん、吉田は東京で勝負したい、うん、まあ、理由はあるわな。そうで、その後しんくんが辞める、うん、ってなって、しんくんも新しい団体を立ち上げたい、宗教団体な、うん、宗教団体フルハウスをフルハウス教を作りたいとなってて、でまあ3人辞めるなら解散みたいな感じにみんな思ってると思うねんけど、うん、桃谷やろってなった時点で俺はもう俺自身は抜ける気でおってん。そうなん、うん、総集編やるような劇団終わりやもん、と思ってて、じゃあ終わりというか、まああるよ、うん、2対2さんとかも途中でやったりしてたし、ちょっと訂正しとき、終わりは他に勝ったつから、そう、他の劇団さんとかやるけども、うん、まあ、それはいいことやと思うね。アーティストでもベストアルバムを出す人もおるやんか、うん、嬉しいよファンからしたら。そうそうそう、でも俺は性格的にそれが嫌やって、まあケンちゃんのその、そうそうそう、まあこだわりとしては、そうそう、まあ、考え方として、うん、俺はそういう今までやったようなことをまとめるようなことはしたくなかったから、それやるならじゃあもう俺ここでやめようって思ってて、で先手を打たれちゃったから、うん、俺の言うタイミングがだんだんなくなって、まあな、やってるうちにな、最初からこれで終わりますからって言って始めるのもな、そうそうそう、ちょっとまあモチベーションも下がるし、でみんなやめちゃうと残ったメンバーもおるわけやん、翔と桃ちゃん、まあまあそっか、うん、でその場におらんかったマフィーとか、うん、まあ、絡んでくれた奈緒ちゃんだったりな、もうその行き場を失うわけやんか、うん、で多分役者を続けたかった子らもおると思う、うん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 、っていうのでイエローがなくなると、そう、うん、だもう俺が辞めたら、まあ、その辞める3人のうちの誰か、まあ、年長者3人やんか、ああそうね、うん、うん、まあ、上から順番に声かけて座長やってもらおうかなぐらいに考えてたんやけど、3人とも抜けちゃうならもう上から抜けてたもんな、上からきっちりボンボンボンって抜けたからこれはじゃあもうイエロー無理やなと、俺も抜けるしと思って、うんうん、決めてたから俺は、うん、うん、ってなって終わりーってなったんやけどっていう感じっすね。悲しかったよ、このおもろい同盟の動画悲しかったね、爆発しましたってなんでそんなこと言うやろうと思いながらなんか本当にねふって力抜けたのよ。あ、お前風邪ひいたしねイエロー、バイオリズムが崩れた。そう、あの忘れますよ、三手島や、三手島で、そう、今日で解散だって言って、うん、あざしたいって解散したな、そう、うん、で俺以外のメンバーでラーメン食いに行ったと言い方悪いってお前こんかっただけやじゃあ俺はもうちょっと気楽なんだから一人になったから、うん、なりたかったな、そう、うん、で俺一人で家帰りました、次の日や、うん、風邪ひいて体調悪い、そう、体調悪い、なんかふってなったのよね、ふわっと落ちたね、そう、背負うもんがやっぱなくなったから一気に力抜けて、まあ、それ治った後元気やったんやけどもうおかわりなくじゃ大丈夫ですね。でまあツイッターも始めて、うん、でそこでいろんな人の情報見るわけやん、あ、みんな頑張ってるわと、でちょっと安心して、嫌いじゃなかったの決してな、うんうん、楽しかったし、あ、そうなんや、そうよ、あ、楽しかった、あの場は楽しかった、うん、うん、やりたいことじゃなかった、やりたいことじゃなかったその一人の作り手としてやりたいことではなかったけど、並行してやるとかなかったの、担当が無理よいい声出たな、だあれまた文句になるけど、うん、あんだけ人数います、いますね、うん、で俺ほとんど自分が手回れへんような仕事なぎちゃんとかに回してたと思うね、うん、しかおらんかったよ頼れる人が、あの中に、うん、吉田はええ年やな、うん、あいつほんまに学ぶ気がなかったから、まあまあ、マスコットやからな、うん、でヒロトも辞めちゃったし、ヒロトはまだ
学ぶ気があったし、よそでも顔が聞いたからいろいろ任せれたのよ、うん、まあまあ確かに。だから2人に任せてて、そのうちの1人が辞めちゃって、でまあちょっと仕事を振ってやってもらってとか、まあ2人でイエローをやってたやんか、うん、そんな中でやっぱ俺もやることいっぱいあって、うん、っていう中で新しいことなんか始める時間がなくて、気力もないか、そう気力もない、お金もないし、金はね、そう働いてへんかったから、まともに働いてへんかったから当時な、そう働く時間も結構削ったりしてて、そんなありました、やること結構あったよ、イエローで、それイエローで、うーん、イエローというかあのよそ付き合いがあるよ、俺結構そんなん大事にしてたのよ。意外とな。イエローっていう劇団やってますっていうのに。イエローで付き合い悪かったのに。だからイエローの中で固まってもしゃあないよ。いやまあまあそうやそうや。って思って、うん、俺はいろんな人にイエロー知ってもらいたかったから、まずは業界からやんか。うん。っていうので結構そういう。まあ外の知り合い多かったですね、確かに。そう、ワークショップとか飲み会やりますとかがあったら積極的に参加したし、うん、っていうのに咲いてた。ちゃんと考えてたの俺、イエローのみんなのこと伝えたかったな、それな、伝わってほしかったな。でも自分で言うのもあれやん、ダサいやん。俺お前らのことめっちゃ考えててみたいな。分からへんもん、だってそんな、そうなんか自分ワークショップ行ったとかも言わへんやん、あんまり。ワークショップ行ってきましたって言うてた、言うた、ツイッターでもなんか楽しかったやん、そう、かつてツイッターやってた頃、当時な、そう辞める前に、あの質問箱に悪口500件来たでしょ、そうなんか嫌われなあかんの、まあめっちゃ嫌われてる時期あって、まあ、倒れる直前か、まあ、そうやな、倒れて直後ぐらいか、あの前後ぐらいで、俺ら頭痛かったよ、わ、社長が嫌われてる劇団やんて、なぜアンチがっていう、売れてないのにアンチ、そやで、もう 2,3 人だよ、もうそやそれがもう一気に送ってやろうな、でも考え方によっちゃアンチの数ってやっぱ知名度やんか、いやまあそうやで、うん、そりゃそうですよ、ね、ポジティブに考えることにして、うん、そんだけ知られてるってことやなと思ってもう前向き、幸せなやつやの、前向かなきゃ、そうね、うん、そういう時間で結構イエロー時代はほんま、うん、なかなかやばいな、来た時ぐらいええ話してくれるかなと思ったけど全然せえへんやんけお前、だ結構俺24時間イエローでいっぱいやったで、ほんまに、ほんまにほんまに、これはほんとにゆっくり言うねん、ゆっくり言うてんの、これはほんと、あ、意外と考えててんやん、そうそう、だから例えばまあまあな、そう、次の公演だ、7回目が終わりました、次の公演とか、うん、結構誰がどうすれば目立つかなとかも考えたし、翔ちゃんを主演にしたいとか、あいつは絶対人気者があるからとかっていうのをいろいろ考えたりとか、うん、してたんやで、やっと言えた、そうやで、やっと言えた、やっと言えた、俺やってたんだというのを、やってたんだ誰にやねん、どこで編集するんだこれやってたなーっつってカットでじゃあ2カットで伝わらないって、結構そうやね、俺はイエロー、結構イエローのことちゃんと考えてたりしたんやで、好きやったしね、悪人はおらんかったやん、家の悪人はおらんよ、うん、ただシンさんだけよ、悪人は、そうやね根っからのね、根っからの悪人よ、そう、シンさんは希代の悪人、ルイを見ないって言われてるそうやで、ね、そう、ただこう信頼しきられへんかった部分もちょっとあって、 それこそなぎちゃんしか仕事触れへんみたいな、うん、他の人らはもう芝居できりゃええみたいな感じやったから、ああこんな子らに振ったらまた負担やなっていうの考えたし、あ、まあまあね、うん、それだったら俺がもう汚れでも裏でもやろうと思って汚れることすら厭わない、もう何でもやろうと思って、大道具なんかやっぱ専門の人つけてやりたいやんか、そんなんとかでもまあなあ、もう俺が自ら学んで やろうとか決めたりとかありましたね、ありがとうございます、いえいえお礼は出ちゃうな、そんなことな、どうやった、イエローなくなりますってなった時、いや俺はどうやったっていうか、まあ、自分やりたいっていうのがあったから、うん、まあ決まってたもん、なったとなったらもう、まあ、イエローは最後までやるだけやって、うん、まあ、次行きましょうっていうのと、うん、まあ、絶対にあんたがもうイエローの人と絡まへんっていうのはもう分かってることやから、そんなことないっす、いや分かってるから、どうやったら
なんかそのしょうもないのなくなるかなと思って。いや、お前、もういつもや。もう、なんか、なんかなくなったら全部、なんかもう、新しい私しか見ないやん。じゃあ次に行きたいっていうのは。次に行きたいやけど、ちょっと前のこと用意してから行くんやなって。なんか、愚痴垂れてみたりだとか。だから不仲やねんって。あ、そういうのか。気づくな。気づくな。今、旗となるな。いや、でも俺、ちゃんと前に、いや、まあ、そうそうそう、やりたいことがあってね。それはそれはもちろん。やっぱ、イエローってやっぱ、6年間もおったわけやから。おったよ。ある程度特別なわけやん、自分の中で。そうやで、そりゃそうですよ、うん。やっぱそれは、絡みなくなるようなことはないと思いますよ。ほんまですか。だか今日会ってるやん。そうやな。今日俺驚いてるよ、だから今。そう。呼ばれたなと思って。ももちゃんフォローしてるし。ほんまに。絶対する。シンもショーもしたら、ショー君なんかフィルムに誘ってやれよ。あんの。出るで。ショーあんなん出るよ。出るなんかな。結構俺あの自分から声かけたのは3人やけども、あとはもうあっちから来てくれたらにしよう。知らんフィルムやってんの知らん。いや知らん知らんわ。フォローされてんからな。するもう終わったらすぐする、うん、目の前でする。いやいいわ。帰って帰ってください。どうも、おもれ同盟大阪本部でございます。よろしくお願いします。本日はブランクから柳さんが来てくれました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあまあ誘ってあげればって言い方はちょっと上からやけど、誘えば喜んでくれるんじゃない、うん、別にシーンなりなんなりそんな。ああそうかそうか、面白いでしょ。まあ一声かけてみるのもありかね。うんうん、やりたいことがね、それこそまあコントに寄ってる人だとちょっとコントじゃないジャンルでってなってね、うん、まあ、そこでの総合みたいなのが出るかもしれんけど、うん、まあなんて言ったって座長さんですから、元ね。元ね、うん、うん、そこしっかり。元ね。いやでもしんくんとかってもうコント強やったりするやん。結構、あー、まあ、めっちゃコント好きやん。好きは好きやな、うん、っていうのがあったりとか。だからショーがショー分からんねん俺。でもショーが俺のことどう思ってるのかっていうの。気にしてんやで。気にしてんやで。気にしてんの。俺イエローの時結構言い過ぎたかなと思って。ショーに、うん、あ、まあまあな、まあ結構あのショーって舞台芝居じゃなかったのよ、見てる感じ。ああ、うん、自然な感じか。そう、メリハリのある感じじゃなくて、そう、まだ馬なる、まだ馬なるって俺は思ってたからショー見て、うん、だ結構俺ショーに厳しく演出つけたりとか結構言ったと思う。まあまあ他の人に比べたらな、うん、めちゃくちゃ言ってたと思うね。実際今こうパッと別れてどう思ってるのかなっていうのがちょっと結構気にしてんやろ。結構気にしてんやろ。ちょっとドキドキしてんねん。そう、声かけんのもどうかなと思って。キラキラ言ったらどうですか。見ますよ多分俺らで。ちょちゃん実家のみたいな。元気って嫌い。いや、どう答えんの。コメントなんだやっぱり。そんなことないですよ。何か連絡はしてみるもんかね。いや、まあ、まあ別にその何その無限にされることはないんじゃないですか。ないかな。断る断らんとかね、もうその時もその人があるからわからんけど、まあ、スケジュールとかもあるやろうからあるやろうけど、いいんじゃないですか。うん。そうね、気にしてんやで。そうか、決して完璧な座長ではなかったから。そうやで、うん。それもみんな、それみんなそう、よくご存知で、うん、みんなそう。そう、結構いい、そう、感情的になるようなこともあったやろうし。あったね、うん、あったしょっちゅうあったよ、ね、あった気難しいもん。お前も吉田も俺もみんな気難しい。まあこういう世界おったら、いやまあな、多少なりとも変わってる人は多いやろうけども、ね、結構そう、みんなからしても扱いづらかったやろうし。まあなあ、うん、なんやろな。積極的に輪に入らんっていうのもあったから。何考えてるか分からへんって言われることが多かったかもな。ああ、ハノさん何かどこで怒らはるか分からへんみたいなことはあったんちゃうか。ああ、ちょっとあったかもしれん、うん、俺付き合い長い知り合いにも言われんもん。振ってんが分からん。
たまにな沸点が分からんし怒り出したらめんどくさいね。優しいねんけどな、基本あんた優しいなと思うねんけど、俺正直そんな怒られた経験ないし、うんうん、健ちゃんに基本こう穏やかに生きていきたいんやけど俺は、うん、たまにスイッチが入ってしまう、たまに鬼武者モードが出ちゃうあるけど鬼武者が出ちゃうから、うん、ね、そうだ、実際イエローのメンバーがどう思ってたのかっていうのは実は気にしてる。そうタイミングがあればね、なんか全部タイミングだと思うね人生って。そうやな、うん、なんかでこう交わる機会があればまた仲良くしたいなとは思うし、うんうんうん、ご都合よければって感じですね。じゃあそうそうそう、お互いのねそういうのがあったりとかすればまた会いたいなとは、うん、全然嫌いじゃない俺は何回でも言う、これは必死に言ってるけどやっぱ嫌いと思われてるやろなって思ってるってこと。それは俺が嫌いやと思ってるやろなって思う。なんかそうやねん、突き放してる感じがあるのかな、俺から。自覚あんねや。あるんだ自覚あんねや。俺もそういうとこ、そういうとこ不器用やの俺もなんかグイーって言って、あ、移動がいいよ、お前めっちゃ素直に映ってるよ今いいよずっと素直やで俺はグイーって言ったらグイーって行くかもしれへんし、あ、どうっていうのも考えてんの俺結構。いや面白い、一等先生予想外の方向に面白いなほんまに俺もっとポップかなと思ったけど、ちゃんと話すな今日。せやで、綺麗な目しとるわ。久々に会ってんから生産しとこ。そう誤解がね、もしかしたらあるかもしれない。それはもう言うといた方がいい。そうだ、変な関係やん劇団員って。友達でもないしさ、むずいな、確かにな。でも過ごしてる時間ってすごい長いし、すごい濃い時間をずっと過ごしてきてるわけやんか、うん、でそんな中ででも付き合えばそんな長くないと、で離れてしまえばもう友達なのかなっていうような関係性、まあまあまあ、うん、ちょっとよく分からん関係性になるよ。変な距離感になるね。そうそう、元劇団員みたいな。前だから俺舞台ももさん見に来てくれたの。ああ長先生やろ、うん、そうそうそう、見に来てくれた時にその共演してた子にうちの元劇団員ですみたいな言ったら、元劇団員って響きなんかやばいっすよねみたいな言われて、うん、やばいな、同じような経験をしてはったのね。あ、元劇団員って言い方ちょっと分かんないですよね、なんか距離感が、うん、不思議な感じですね。そうそう、それを紹介するってのもよく分かんないしな。でも仲良くしてるつもりやったから、うん、俺は、うん、あっちはどう思ってんのかしら、キョロキョロしな、そんなだガーって言ったらガーっていくかもしれない、まあ、分かる、そう分かれへんから、うん、だからこう言ってんやけど、そう元劇団員ってやっぱ変な距離感やね、なんか、うん、よく分かんない。そうだ、まあ機会があれば会いたいなとは呼んだってくださいよ。呼びますね。オフィス、フルハウスね。フルハウス呼びたいの俺。誰か、誰でもいいから。もう別に、サシがしんどかったら別に3人呼んだ方が。ああ。いや、ももちゃんがおるしやな。ああ、楽。スパイなんやろ？スパイ。フルハウスとプランクのスパイだ。うちが送り込んでる。有益な情報入れてるのかとか。あれですけど。矢田さん昨日テンション高かったとかはそう、あ、そんなん合うの、ももちゃん。なんかね、月1ぐらいで飯行こうっていう約束してて。あ、そうなんだ。そうで、たまに気まぐれに LINE が来る。うん、来月はなんか奈緒さんが踊る舞台があるから行きましょうみたいな言うてて、でそこで最近どうみたいな聞いて、昨日は翔さんがテンション高かったですみたいな。珍しいこともあるもんや。ナイス情報っていうそれでいいやそれでそんなんで寂しいでしゃあない人みたいになってるけど、そうでよかったよかった嬉しい嬉しいです。そうっていう感じなんですけど、うん、ね、うちから聞きたいことはこんなもんです。こんなもんですか、うん、どうか、あー、なんか逆にはないかな。なんかコントはもうやらないんですか。もうやらない、あの、そのイエローが解散しますって言ったら、三手島の、まあ、うん、たまに行く稽古場で喋った時に、うん、もう役者もやらないみたいな話じゃなかった一番最初。だってその中田議長のやつが終わればもう、うん、ね、もうやらないかなみたいな、あの、うん、やるスペースないかなって思って、そのまた頭の容量の中の話で、キャパシティやん、もうガッガッやね、これって、そう、もう自分の行きたいところ見つけたら一直線みたいなところがあったから、うん、でもその時俺決めてたから、ある程度その映像の方で勝負したいみたいなのがあったし、うん、結構その時いっぱい考えてて、何したいっていうのがあって、一個ずつ今やっていこうっていう感じなんやけど、うん、でその最初がまあ
サイレントフィルム、うん、で順番にやっていく中で余裕多分なくなるなって思って、役者をやる余裕が、ああもう、うん、でオファーがあればやらせてもらうけどっていうスタンスは取ってて、ずっと、うん、だ今職業不定っていう感じにしてんやけど、表現者っていう感じ、うん、怖い怖い、うん、職業表現者っていう感じでやらせてもらってんやけど、余裕があればお話もらった時に余裕があればやりたいし、受けるというか、そうそう、答える感じにしてんな。背を向けたくなくて、やっぱ、うんうんうん、関西小劇場ってお世話になった業界やし、あ、正直さ大阪の演劇って全然盛り上がってないやんか。なんかそう感じるのあなたは。そうそう、だって大阪のこの業界内でさ、例えばものすごい知名度がありますってなってもさ、うん、売れたってことにはなれへん。難しいなそこはな。だからその一撃屋がいい例かなと思うんだけど、うん、例えばその普通の職場の人とか普通の地元の友達とかに、うん、大隈龍太郎って知ってるみたいなの聞いてもさ、うん、一撃屋の座長やんか、うんうんうん、まあ知らんやんか。まあそうね、うん、そうね、演劇っていうジャンル自体がそうなのかもな。そうそうそう、ね、まだまだ知られてないし、うん、面白い人はいっぱいおるけど知られてないっていうのがあるから、まずそういうのを広げたいなって思うし、一撃屋のメンバーの中にもバイトしてる人おるしね。ああ、うん、まあまあそれだけじゃちょっと苦しいっていう。そうそうそう、演劇だけで食べていかれへんっていう人らもおるから。バイトしてへん人も結構おんの？大隈さんはしてないと思う。へー、あのギア出てるから。ああそうかそうか、うん、とかあったり、竹村さんもなんか何年か前に辞めたって情報聞いて、二人だけちゃう。あ、丸山さんもか。丸山さんもなんか予想仕事が多いから、うーん、3人だけかって感じ。逆にでも3人もおんねやっていう感じは俺感覚あった。あそうか、うん、その感覚でも悲しいねんけどな。でもな、うん、その感覚でもそれおかしいねん。あ、そうそう、あるべきじゃないんか。そう、うん、まああの程度、あのレベルの劇団ならみんな辞めててもおかしくないって俺は思うし、うん、うわっていうのがまず第一にあるから、そこが、うん、だから背を向けずに俺は俺なりにこう知名度を広げたり、あのマーケットを広げたりして。売れたんや。売れたい。売れたいはある。字幕つけてほしいぐらいの。売れたい。ポポン。あの YouTube のあの。デデンって。デデンって。売れたい。売れたいっていう気持ちもちょっと変わりつつあって、うん、なんかやりたいことができる環境になったやんか。だから今までやったら、うん、まあまあね、そう、イエローにおった時は。まず俺が第一に超有名になって超お金稼ぎで超いい家住んで超いい車乗ってみたいなこと考えてたよ、うん、もうほんま、うん、もうお金持ちになりたかったよ、ね、そうそうそう、スターになりたかった、うん、でもいざ辞めてやりたいことができる環境になった時に、あ、やりたいことを続けたいって思ったの。ほうほうほう。だからその有名になるっていうのはもちろん有名になりたい気持ちはあるんやけども、バイトしながらとかでも全然いいかなって気持ちにはなりつつあって、まあ、ある程度自分のやりたいこと、欲望を満たすための環境が整ってればそれでいいかなっていう考えにはなってるかな。ただでもそれが関西小劇場を盛り上げたいっていうのが第一にあるから、うんうんうん、そう、そっちを大事にしたいかなっていう気持ちもあるし、そのやっぱ小劇場界を盛り上げたいは強いね、だいぶ強いね。強いね。うん、それこそ武井さんも言ってたけど、人間にしかできへんことだもん、演劇とかね。そう、演じるということは大事なんです。そうそうそう、物を作るも多分そうやと思うね。機械もね、小説書いたりとかしてるやんか、うん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 、でもやっぱ温かみがあるのって人間が、人間の手で書かれたまあまあものやったりすると思うから、なんかそういうのもやっぱ大事にしたいなと思うし、はぁ、うん、志はなんかね、大きいは大きいね、やっぱそうなってくると。そうやね、最終だってもうほんまに業界を盛り上げようまでいってるわけやから。そうそう、ゴール地点はちゃんと決めてあるかなっていう感じ。うん、うん、そうね、うん、まあ、マーケットが広がってくれるのね。そうそうそう、自分らがそこにおるわけやから。そうやね、ね、できることが広がっていかへんもんね。そうそう、ブランクで舞台やるってなっても、うん、そのやっぱ関西というか演劇を知っている人しかやっぱ大きになるってなっても初見の人は来にくいわけやんか。友達とかね。そうそうそう、そんなの多いね、やっぱり。まあ、やっぱ理想としては完全初見の人に来てほしいやん。そうそうそう、興味を持って来てくれるみたいな。そう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 、まあ、イエローじゃそれはちょっと
まあ無理やったやん、かなわんかったことやけども、うん、まあみんな初見の人でも演劇関係者とか演劇がもともと好きでっていう、うん、感激っていう趣味の習慣がある人ばっかりやって、うん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 、それはそれですごいありがたいことなんやけども、そういう人の人口を増やしたいなっていう、うん、感激でももっとなんかポピュラーな趣味になればそう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 いいかなって、ギャルとかがねこう今日さ感激感激風かけんのかお前ら字みたいな感激という字を今日さちょっと感激がねいいね感激みたいな世の中になればいいな、スワンのお前とももちゃんやん令和ですよねっていう時のいいねみたいな、いいねぐらいのノリで来れるような環境も、あ、それは確かに、うん、そこはでも共通認識かもしれんね、うん、あかもしれない、ね、まあうん、もうライトなものにしたいっていうのはあるからね、うん、プランクを通してやもん、ね、うん、そのためにこういろんなことをやってるっていうのが、そう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 、引っ張ってきてくれてね、うん、っていう感じですね僕は。なるほどね、うん、結構喋ってます、結構喋ったね。どれぐらい1時間経ってんの？1時間半やね。あ、そんな喋ってんの？結構喋ってる。おしゃべりね、俺。おしゃべりな。もうだって2ヶ月ぐらいもう。意味があるのかどうかは。2ヶ月ぐらいあるよ、これ。いや、びっくりすると思うね、2回目以降。ほんまに。2回目以降、こんな喋らへんもん、多分。そやろな。うん。あれ今日疲れてない？おやって。おや、まあってなってると思う。しょっぱなにでもこれ持ってきたでよかったかもしれん。早めに処理しとくもこれは。お前時間かかるから。誰マラソンとかでもちょっと長めに走る習慣つけてるから。後の方が楽やから。そうそうそう。いいかもしれない。よかったかもしれん。いや、ありがとうございます。いえ、こちらこそご足労いただきまして。とんでもない。久々に来て。そやね。ほんまに。なんか久々に喋る、まあ。ちゃんとやっぱイエローのチラシ全部外してんなと思って俺見てたけど。あ、ちょ、1枚だけ貼ったの。1枚貼ったの？うん。1枚だけ畑公園の。なんか素材がええやつやから。なんでそんなに紙質で決めんねん。あのプラスチックでやってもらったから。え、そうなん？そう、プラスチックでやってもらった上でラミネートしてもらって、ちょっといいやつやねん。あ、そうなん？そう、旗揚げの記念で友達が作ってくれたの。はぁ、それだけちょっと飾らせてもらって。何千本か、そういうとこやって、思い出を残しとけやってんから。いや、でもファイリングはしてんねん。あ、そうなん？実は捨てへんの？捨ててへん。もう全部捨てたんじゃん、台本とか。台本は全部捨てる。あ、まあ、毎回やもんね、うん、新しいことに挑戦したいから古いものは捨てていくんやけど、うん、イエローのチラシ実はファイリングしてんの。あ、そう、うん、ビフォーナインも？ビフォーナインも置いてある。おぉ、メガネ、ね、メガネのやつ、メガネのやつ、メガネのやつ。へぇ、あ、そうなんや。せやで、俺してへんのに自らが指揮を取った。全然して。ビフォーナインの話しますか？データあるから。もうええねん。あ、そっか。ね、作ったのも自分やから。ほんまに欲しかったら全部印刷するから、ね。そうや。データ持ってあるからね。いや、まあ懐かしいね。ビフォーナインもね。ビフォーナインも大変やったな。大変そうやったな、なんか。大変やった。うん。ひいき言ってた。なんか俺、あの時どこまで関わっていいのかわからんかったから。よう手出さんっていうのもあったし、一回怒ったけどな。一回怒られて、あ、もっと手出さなかったのかなと。いや、じゃあ手難しかったな、なんか、うん、俺がおらん間に知らんの本なくなってて、1個本1個なくなってて、1個やる予定のやつをこうちょ重いからなしにしようっつって、俺がおらんかった一瞬でなくなって、え、なすなすんのって。いや、最終的にそうなってもいいけど、ちょ、いや、ちょ、ご連絡ちょうだい。あ、そうやそうや、さ、あれ俺勝手に妄想というか、さ、あれはな、マジでキレたな。そうやね、あれすましたあかんってケンちゃんって、あの日あの、なぎちゃんも古谷さんもおらんかったから、お前だけ来てくれてんな。で、俺が、うん、俺がたまたま行った時にあの見て、やっぱ上がおらんかった不満って出んのよな。うんうんうん、やりたくないっていうやつが結構おったの。えあれ名前は出せへん。いや、一緒もう、うん、一緒。おやばいぞ、プランクやんねんぞそいつらって言うから。そう、ただ過半数あの本やりたくないっていうのがあったね。あ、セレクト？セレクトってか、あのなくなったやつ。じゃなくなったやつじゃないか。なくなっては短くなったね。短くして結局やった。あ、そうかそうかそうか。そうそうそう、スワップや、スワップ。せっそう、あれ、怪しいな。そう、ちょっとあのちょっとしんどいですって、しんどいし、あのだれる部分もあるしっていうので、うん、やっぱ入ってる人間がおらんかったら、あ、俺も多分裏でこんなん言われてたやろなと思いながらそれを聞いてた。いやな、それはそれで嫌やな、うん、自分も言われてたかもね。多分俺これ言われてたやろなっていうのが俺の身に降りかかってん、うん、久々に来た元の座長に、うんうん、当初のね、うん、
あこれ俺がなんとかせなあかんのかなと思って、そこで使命感生まれたけど、まあ、言うても座長ですから、そうそうそう、で一応俺が言ってみるって言って俺名義で LINE 送ったのか、うん、マシギレですよ、あれちょっと軽率やったな軽率やったなと思って、うん、申し訳ないなと思うけど、ふなかポイント1ですよ、あれ多分せやな、ふなかポイントが1上がった、ふなかポイントが1上がった、ティリーンや、そうそう、そういうこともあったわ、まあね、まあ、まあ改善してやったりしたけど、うん、まあむずいわな、そら働きながらとか、そうやもんな、うん、仕事しながらやもんな、まあね、うん、まあ面白かったよね、あの やってみてよかったなとは思った、うんうん、うんなんか新鮮やった、俺しんどかったけど、しんどそうやった、しんどかったけど、まあ、うん、今一回ぐらいやってみなあかんなと思った、それはまあ、うんうん、でもそれがやってしんどかったからこそプランクやってみようかなとも思った、あでもどっかでやっぱり代理でやってるっていう言い訳みたいな気持ちもあったから、あなんかそうやもんね、まあケンちゃん休みやしなっていう、うん、で代理でやってるでプラス休んでる俺が1日休んだ時にそういうことがあったから、うん、なんかでも代表って言って今回臨時でやってんのに、うん、俺が決められへん部分もあんねやと思って、うん、なんか難しいなってなって、その立ち位置とかが、あれそうやったね、休んでるけど座長やん、そうやねんで座長代理やん、そうやねん、うん、からやたら店長みたいな感じで言うたら、そうそうそう、でオーナーがたまたまなんかオーナーがたまたま視察したら現場は揉めてると、そうで、変な使命感駆られると、うん、じゃあオーナーの俺が言うっつって、そうやね、うん、それちょっと一悶着そうやなあっちゃってっていう、あったなあった、まあ、それとそれぐらいじゃないですか、それと桃取り始まる前に3人で喋ってくるじゃないですか、うん、ああそうやそうや、どうする今から10回やるみたいな、そうやったそうやった、1回やる、吉田とね3人で喋ったね、あのキッズプラザ大阪の近く天満、天満や、そうそうそう、3人の家のちょうど真ん中やっつってここや、そうそう、あの時点でもあそこで総集編って決まったやん、まあそうな、うん、うん、でもなんかそこがでもこの話し合いというかもう結構バラバラやったやん、でうまいことまとめてくれてはいたけど、うん、着地点そこかなって決まった時点で、ああもう俺ここ居場所じゃねえなっていうのはあったかな、うん、でもあの時点で誰も辞めるって言わへんかったやん、そうやね、そのじゃあもう辞めとく10回もうやりたいことがいっぱいあって、うん、でちょっと手詰まりな感じもあって、うん、どうするってなって、まあ総集編をやりたいとかで、みんながみんな、じゃあもう俺は解散かと、うん、なってんけど、でも誰一人解散するかとは言わへんかってんな、ね、俺も吉田も確実にその空気やったのに、そうまあ見なかったよ、じゃあそこで言うかなと思ってんけどな、だビフォーナインを見て、あ大変そうやったな、もう一回じゃあ俺がっていう気持ちもあったし、うん、それこそ残った人はどうすんのやろ、まあまあまあな、変に責任感だけはあったから、うん、っていうのがあったから言い出されへんかったのもあったし、吉田もなかったしな、うん、俺も言わんかったしな、うん、でももうみんな言えへんねんったらもうじゃあ一回じゃあもうやろうかって多分俺言ったんちゃうかな、そうそうそうって、そうやまとめてくれたわ、そう、うん、そうそうね、あの時点でみんな腹は決まってたんやと思う、なんかまあまあどんな結果になってもまあまあ、うん、ちょっと次ぐらいまたもう一回考えなあかんかなみたいな感じはあったもんな、うん、ここで終わりかなみたいな、まあ、っていうのもあって総集編っていうのもまあそこはすんなり決まったんかもしれない、なんかって考えたら悪くなかったかもしれない。お前見返せ。お前自分の劇団の悪くばっか言いなってもねやろ。お前はむずいって見方が。なんかでもそう考えると悪くなかった。折り合いをつけたやんか最後。そうやで、ね、折り合いつけたよ。お戻りで一応みんな納得してやってんで総集編。そうやな。後からグーグー文句言ってるけどまた、うん、それで。だ総集編は本当やりたくなかったけど。でも最後にそれがみんなのやりたいことなら最悪や、最悪や、うん、座長がやりたくないって言ってる、座長最後の最大の我慢みたいなのがあって、それでみんなが気持ちよく終われたな、嘘でもええかやりたかったって言えや。ほんまにまあまあ言えない、言えない言えない言えない、それか言えない言えない無理で、それでみんなが気持ちよく終われたなら座長としてそれはいや、あ座長としての使命は果たした、うん、そう、劇団員みんなが楽しかったな、高本健と個人としてはちょっとやりたくないことではあったけども、そう、まあそれはあるわな、イエローの座長としてはまあいい終わり方やったかなっていう、最後ね、そう見て、あまあまあまあ、そうやって考えた、そうやば俺やついた自分の中で今ちょっともうみんなが腹決めてたなら分からんけども、ね、腹のうちは分からんけども、うん、
少なくとも俺はそうやったから。そうやな、うん、みんなもそうやったんかもしれへんし。みんな思ってたよな、走り出す時からでも10回目終わったらじゃあ今からどんな感じに、うん、何やろう、ミュージカルやりたいとかも言ってなかった？言った、どっかでミュージカルなんか言ってたね。言ったか、うん、だって踊って踊りもやっぱ入れたいやん。あ、踊りは入れたいって言った。歌は苦手やから。あ、まあまあまあ、ミュージカルそんな好きじゃないの。あ、そうね。え、あれ歌下手やから。ミュージカルって言ってなかった？ミュージカル言った、うん、なんかショーに言われたと思う。なんか踊れて役者やってるのにミュージカルには行かないんすかみたいな言われて。ああ。で、俺歌下手やからって言うて断ったのは覚えてる。そうだね。そうそう。へえ。縦芝居は一回言ったかな。あ、縦芝居言うてた。キンキンは一回やりたいなーとは。時代劇見てるし。そう、時代劇見てるし。意味わからへんねん、俺でも。そう、意味わからへん。なんで見てんねん。いや、それでええねん、なんか時代劇って。やってるなーって。ながらで見る感じだよ。あんな聖書かけてもらってケンテキチャンパラやってるのに、せうとうとするのにちょうどやねん。興味ないやんけど。そういうのは一回やりたいなって言ったから、まあ、あれやな、1時間半喋って思うのは、思い出話だったらマジで何時間でも喋れる。俺まだ出てくるかもしれへんな。言ったあかん話もあるしな、そのやめてたメンバーとかさ、うん、ああ。あるよ、いっぱいあるよ。そう、文句になるね。あ、文句か。言うていいけど、うまいこと切るぜ。じゃあ、いいわ。ピーとか入れるし。まあね。うん、だから、やっぱこれが、この動画が、うん、後に、すごく貴重な、いいものになるために売れなダメですよ。そうよ。だって今だって売れへん人らが売れへん時代の話をずっとやってるだけだから。そうや。これすごい、もうちょっと、なんか価値をつけたいね、これに。そうやね。あの時、柳さんと、高本さんがこんな話を、そうそうそう、は今は全然なんか詐欺師と土木作業員としてやってるのに二人はみたいな。それで成功してそれで成功して詐欺師や犯罪者俺か。俺土木作業員この体型で力仕事で売れてんの。売れてる。売れてる。あいつに土木運んでもらおうって。もうすげえな、クライアントがすごいよ。まあまあ何しね、まあ、有名になってさ、こんなことやってんやん、え、一緒にやってたんですか。そうそうそう、っていうのがあればね、面白いな。なんかリアルイエローユニットっていう名前がブランドになれば面白いなとはちょっと思ってて、みんな今バラバラやん。やってることもやりたいことも。吉田はお笑いやりたいし、うん、俺はわけわからんことやってるし、うん、俺もよくわからんな、うん、人気者になりたいって言ってで、フルハウスはもっとわからんし、うん、宗教やからね。宗教でやってるし、イコール、そうで、奈緒ちゃん踊ってるし、奈緒ちゃん踊ってるしな。そうそう、お前みんなバラバラやから。お母ちゃんとショーぐらいか、ちょっとまだ真面目に芝居やってんのが。そうやな、それがみんなこう成功してさ、いつの日かこう夢物語を今から言うけど、うん、まあ、そうね、あ、そんなすごいチームあったんや、そのメンバー。何が、あの人と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 、そう、どんなやってたの、どんな接点な、割とスタンダードなコントやってたって思ってそうやってんやん。紐解いてみればコントっていうのがすごいスタンダードなことやってるっていつかなれば面白いかなとは。面白いな、うん、まず売れなあかんね。そうやね、うん、なんかこうファンとか欲しいな。そうそうそう、ファンっておる？ファンってでも例えば言われた時に、あーなんかでもっていう人、その認識してるファン、ファンが欲しい。あー、でももともと面識ある人ばっかりやわ。せんな、うん、全くの新規の人はそれ欲しいな。欲しいな。おるんやろうけどパッと出てけへん。業界で自分のことを好いてくれてる人はこれ果たしてファンと呼ぶのか問題もあるやん。あ、それは違うかもしれない。友達でいいと思うねん。なんか、あ、でも一応お金払って見に来てくれるわけやん。そうやね、そうやね。この間ちょっとその話になってん、共演して仲良くなった役者は友達にカウントするのか問題みたいな。ああ、伸びるみゆきと話になって、その話。うんうちとケントって友達なんかなみたいな。現場ではそりゃよく合うよみたいな、うん、でも差し飯ってないやんみたいな。まあ普通の友達がやるのことをやれへん。そうそう、でも例えばお互いが何かするときは見に行ったりとか。そうそう、見に行ったり、共演も何回かあるしっていうので、うん、あ、友達なんかなちゃうかもしれないですね、やってたあ、友達じゃないかもしれないですね。あ、せやなみたいな。俺多分ついてないんやけど、うん、終わらせやね。俺つかずで終わっちゃって、はい、会場準備って言われたから、あ、はいってなって、あ、はいそれ難しいとこやね、うん、難しいですね。確かに、だから業界の人は違うと思うんだから、実際にやってる人は、うんうんうんね、プレイヤーの人は違うと思うねんけど、
そうかそうか、うん、だからこそ難しいんやろね、その演劇の世界って。さっきも言ったように、うん、そのまだまだ知名度が低いわけやから、全く新規のファンを獲得するっていうのは難しいかもしれへんね。うん、そうやな、うん、むずいやろな。おるんかもしれへんけど、うん、絶対役者としての経由じゃないね。ここやね、おもろい同盟や。え、だバンドとか見るのが好きな人とかが何かいらっしゃるらしいんですよ、うん、でよくいいねとかしてくれてるんですよ、おもろい同盟のアカウントで、うん、多分そういう人らは見てくれるんでしょうけど、演劇のファンではない。おもろい同盟にファンいるんですか？おもろい同盟はいるよ。おもろい同盟はいるよ。いるの？いるよ。ほんまに？そう。だバンドの話とかを結構するから。一番のファン俺や思ってたけど。おもろい同盟。あら。あらじゃない、なんで。照れちゃう。奥さんじゃない。結構見てくれてる方いるから、ね、無双さん経由かもしれへんけども、それはまあまあまあな、うん、でそれきっかけで俺のことも知ってくれたり、相乗効果になるか別に言う、うん、そうなの。やっぱでもそういう人らでも演劇見に来てくださいはちょっと敷居が高かったみたいで、うん、そうか、まあまあな、そうそうそう、なんやろな、まあ俺らは やってるから別にな、その、うん、そうそう、抵抗なく、ね、抵抗なくいけるけど、うん、劇場に見に行くっつったらな、すごいことよ、なんか変な感じすんねやろな、変な感じすんねやろな、劇場って言葉がやっぱそうね、重く感じるよね、うん、確かに、うん、映画とはまた違うし、そう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 、映画はみんな簡単に行くやんか、映画はメジャーな趣味になってる、うん、両方映画ではシアターっていうのにね、あ、そうね、うん、結局ね、そうそう、源泉は一緒やのに、ね、元は一緒やのに日本語で言っちゃうと重くなっちゃうのよ。あのサイレントフィルムズさんの、うん、英語のツイートあるじゃない、はいはい、英語のツイート、これ友達が言ってんけど俺の友達、うん、あの英語のツイートでリンク貼ってる先めっちゃ日本語で喋ってるで、あれいいえ、嘘？どこ？ちょちょ、おもろい同盟のリンク貼ってるよ。あー、貼った貼った貼った、バーってバーって書いて英語で、あ、意味ない。そうだね、俺何がしたんやこいつと思って、あ、意味ない、ほらほんまや、英語で書いてるよ多分、なんかいろいろ説明をしてんやろ多分、そう、多分あれはそう、うちのチャンネルを紹介してくれてますみたいなこと多分英語で言ったと思うね、うん、で、その動画日本語で喋ってる。あー全然意味ないよ、ね、俺字幕でもついてんのかなと思って3日見たら、いや同じやねんか、つけてない。あ、ほんまや、そうやね、あ、意味ないわ、英語でやりたいんやろ、だから世界中にっていうことやから、そうそう、どっちかというと世界に、うん、うん、まあ、特にね、言語を使わないフィルムですから、そうそうそう、サイレントというかね、うん、ちょっとは喋るか、ちょっとは言葉で喋るかいけど、喋るかいボケて言うたの、まあ、英語日本語みたいな付け方をすんねん俺、うん、編集で、え、喋んの、ちょっと喋りはせへん、あの字幕入れる、あー、なるほどね、うん、説明の字幕、チャップリンのやつみたいな感じで、あ、はい、うん、それ、あ、え、嘘やろ、盲点やった、いや盲点ちゃうん、正解やん、そうそうや、そうや、そうや、いや、どうするか知らんけどな、字幕を入れるのか何するか分からんけど、まあ、もういいか。めんどくさいしな、もう。なんか逆に英語で喋ってるような動画上げ直すでもいいし。あ、それ、あ、それでもいいね。うん。それでもいいし。説明をするやつ。そうや、そう、ありがとう、ありがとう。うわ、見てくれてる人いるから、おもろい動画。ああ、ありがたいね。俺の友達なんかは、ほんまの、まあ、ファンと言ってもいいんじゃないか。あ、そうや、俺は面識ないわけやからね。うん、ありがとうございます。気づきました。よかった、言うとったぞ。はい、あれは、意味のないことをしてます。謝罪を、はい、そんな直しておきます。ありがとうございます。よかったよかった。いい子ですからね。素直。よかったよかった。よかった。解決解決。そんなこともありつつですね。そうやそうや。お互いね、頑張っていきましょうよ。まあ頑張りましょう。うん。こっちは令和で、こっちはプランクで。そうね。うん。そうね。やることはまあだいぶ変わりますけど。そうそうそう。俺らもサイレントなんかありえへんから。喋るから。喋ってなんぼやからね。ほんまに。古谷の本5本並んでみ、重いぞ。そっか、え、今回その台本の配置みたいな感じはどうなの？最初と最後だけ俺が、あと古谷さんだ、あとは古谷になったの。そうやな、もう、もう完全にもうソフトっていうか本の部分はもうあいつって、あ、そうなんだ、うん、だから俺は出るから、あ、なるほど、そっち主体で、うん、あなたはもう書きなさいと、はあ、書くのがお仕事でしょってねっつってお互いあやす感じで喧嘩しながら、ね、うるせえな
喧嘩すんねや。それ厳然する。一緒にやるってなったらな。そりゃもう、うん、揉めるところもあるやろうけど、うん、お互い気難しいですから。お互いなんか職人肌やもんな。うん、俺でも自分そうでもないなと思うんだけどな。そうかな。意外とそうらしいな。職人肌なんかなんかアーティスト気質はちょっとあると思うね。一番ないと思ってるけどな。嘘よ。嘘か。嘘よって言われたら。嘘よ。なんかすごい作るものに対してはこだわりあるところはあるやんか。その、ま、任せるところは任せてるけど、うん、あるところはすごいここはこだわってほしいとかってのがあるから、あ、やっぱこういうところで職人肌出るんやなみたいな。あ、でもそうでしょ、もちろん。俺は元はそう、うんうんうん、今はそう。イエロー時代は違うかった、うん、我慢して今日のキーワードやな。出てくんな職人。抑えろ帰れそうって感じでやらせてもらってました。あるかもしれませんね。うん、こだわりって、まあ、こだわりないとね、やりたいことないといけないことだから。もちろん。それあるかもしれない。もちろんそうです。いや、楽しみです、ファニーボン。あ、ぜひぜひ、楽しみにしていただいて。まあ。まあ、行くけど。ほんまに見に行くで、見に行くで。いや、ほんまに行くで。いや、お金とかね、あるんでね。もしあれやったら全然。働いてる。頼もしいわ。働いてるし。あ、暮らし生きてんの、あなた、ちなみに。生きてる。ちゃんと。うん、今日は休み、今日はそう、今日たまたま休みになって。あ、よかったよかった。なんか上司が入院した異常事態やん。そうで、たまたま休みになって今日は休みかな。あ、よかったよかった。うん、働けてるならいいわ。もうケンちゃんに関してはもう健康状態だけやから俺いつも心配してん。ああ、せやねんな。ちょ、1個だけノック話、うん、1個だけ、うん、あの、おここで弱かしたことあったよな、1回あった。なんか完全に忘れてんけど、あのここ歩いてくるときに、うん、まだ思い出しながら歩いてきて久々やから、うん、あったこう、あ、学校通って、ああみたいなときに、うん、あったなと思って、一回そある劇団員のことで、そうそう、ちょっとトラブルがあって、そうで二人で相談しようってなって、そうそう、俺その2日前に彼女に振られてて、なんか俺自分の話も結構おたおうとな、お前気付けろよみたいな。なんかめっちゃヘビーやった。で、俺その時さ、彼女がいて、そうそう、っていう感じだったわ。まあ、今みんなおらんなってるけど、一回みんなパッと一回おらんなってるけど、そうなんでここで一晩明かしたわ。なんでやったっけ、あれ帰らないかったんか、時間的に。そう、終電が一回なくなってん。え、あれ飲みに行ってご飯行った日だったっけ。ご飯行って、なんかもうちょっと揉めて、みんな帰された時にケンちゃん二人になって、そうやで、ちょっと今日中にちょっと行く、ちょっと方針だけ話しとかへんかみたいななって、そうや、ああ、そうやなんか確か稽古終わりでとりあえずみんなサントが来てん、朝のサントが来て、そうや覚えてるわ。そう、稽古終わりにその劇団辞めた朝のサントって子が遊びに来てくれてて、うん、じゃあみんなでご飯でも行こっかってなってご飯食べてて、うん、そこでそのサントは原因ではないんだけどな、別にサントは別に、そう、たまたまみんなで飯してる時に、まあいつは無関係やったからね。超晴れ晴れした顔でやってきて、うん、そう、その時に俺電話かかってきて、別の劇団員から、うん、ご覧劇団員から、うん、ちょっとトラブルがあってみたいな、マジかーって言って、で、じゃあサントごめんなーって言って切り上げて、で、二人でちょっと話すかってなって、そうで、天王寺でどっかええ店あるかなってなって、うん、ちょっと長く話したいからちょっと、じゃあ俺ん家来るかみたいなことになって、そう行って、歩いて行ったな、天王寺から歩いてここまで来て、うん、で、あ、もう終電ないなーみたいなことになって、で、そっから朝5時ぐらい始発まで喋ったな、ずっと喋ったな、ずっと喋ったわ。そのこともやし、俺の軽い2日前に天王寺で別れてたな、言うて、ここで振られてみたいな。あったねー。あ、そうやわ。で、俺あの日そう、サントになんかコーラをこぼされて、ああ、全然ここベッドベッドやったやん、あの日。そうそんなことも忘れるぐらいこう話を聞いてた。マジかと思って。そうね、濃密な一日やったな、あの日は。結構もう、まあ、大乱闘の時期ですよ、だから。そうで、一番劇団として脂が乗ってたような時期やったもん。多かったし、人も、うん、まあ人が多くなればね、まあ問題が、まあね、誰が悪いってわけじゃないねんけど、うん、あって、うん、時期があったね。
多分今からそういう話になっていくから、どっちに話が来ても大丈夫なように、ちょっと口裏じゃないけど方針だけちょっとこうなったらこうしようねみたいな、そうそうそう、対策委員会を確かその日にそれを決めとこうみたいな、設けた気がするな。で2人で決めて一応共通認識としてそう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 作っとこうみたいな。あー懐かしい、ありましたね。あったあったあった、ありましたありました。そうやわあった。俺まだ夜勤やってたから全然朝とかは大丈夫やったから。そうやね、元気やってん全然。そうそう、あそんなこともあったわ。そうやそうや、まあね、まあまあしんどいなりに頑張ってましたね。いろいろあったね、うん、そうよ、まあまあ、乗り切ったよ2人で、なんとかね。せやね、よかったよかった。せやね、やっぱイエローの話になるとね、まあまあね、3年だからね、何年もあるとなあるからね、各公演ごとに言えるもんな、やっぱ。あ、せやもん、この時はこれでこれで触れとく？全部出しとくもん。いや別にいいよ、うん、7、8、9、10、あ、どうぞどうぞ、チョコパイ食べてくださいね。これでも食べながら、そう、7、8、9、10、うん、は触れたと思う。だから5、6か、5、6やん、出たのは5、6やな。でも5から来てますからね僕。あ、そうや、第5回公演バックから、うん、あれは浅野さんと吉田と俺と凪ちゃんで最小人数よな。あ、そうや、4人やわ、たった4人で旗揚げ以来の4人体制だった。うん、旗揚げもそっか、うん、旗揚げも最初4人で始めたから。そうやったそうやった、最初3人で行こうとしたもんな。そうそうそう、だからあれ最大出る人数が3人しかないんな。あ、もともとそうやったな。うん、で1個4人でしかできへん本があったのよね。うん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 、うん、で誰か1人呼ぶってなって、吉田のつてで確か芸人やってた子を呼ぼうってなって、そう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 、浅野さんとか入ったんやな。できひん本ってあれか、バックソか、バックソ、ね、そうや、バックソや、あれは4人でしかできへんなってなって、だから3とか開けへんかったら、あれね、あの実況解説っていうのが後ろに2人おって、あのうんこを漏らす2人がいるんですよ。そういう競技やね。そう、ちょっとチョコレート食べながらこの話をする気が引けるんですけどタイムリーやな。そうね、片方は吉田が自らやる、もう1人 の、 あのうんこを漏らす選手を、うん、誰にやってもらうかみたいなんで揉めてたんですよね。ちょっと揉めたというかちょっと話し合ってたんですよね、うん、そうやな。でも俺らは絶対嫌やと先に覚えたもんね、セリフを、まあ、そうそうそう、実況解説こっちやから俺らは、ね、そう、俺らはもうこっち完璧にできるから、だから新しく来た人にその役あげてくださいみたいななって感じでサントが、うん、そう入ってきてくれたから、まあ、半ばドッキリみたいな感じで ね、 ね、婚約をやってもらいますよと、ね、入ってもらって最初にやるのはうんこを漏らす役です、ね、そうで帰り道に小声で吉田に聞こえへんように、マジなんすかこういう場所なんすかみたいなを言われて、うん、あ、この子ちょっと離れちゃうかもしれないいい子やけどって思ってて、やってしまったな、やってしまった、まあ、受けたから、あれ受けてたね、けたし、結局イエローで一番最後に1位取ったあれになっちゃったから、うん、まあドタバタですよ、あれも。せやね、最後に残した記憶がもうあれやからねまあまあまあ面白いじゃないですか、まあそれはそれ思い出としては、うん、吉田の味やね完全に、あれはな、うん、うんこ味、うんこ味やん、うん、ちょチョコレート食いながら複雑な心境でね、あれなんですけどもやってるけど、美味しゅうございますまあでもまあ俺としてもやっぱ初めて入ってやったやつやから、うん、まあ思い出深いな。うん、吉田はすごい楽しそうにやってたわあの日。吉田あのバック大好きやもんな、あいつ吉田やっぱあの時楽しそうやったな。だから今までだってなぎちゃん入る前って俺が完全に本書いて仕切ってたやんか、うん、はいはいはい、やっぱあいつ俺の本ちょっと難しいね変にこうメッセージとかさ教訓とか込めたがるな、入れたがるやんか、うん、あいつあんなの大嫌いね。まあまあゲートそうか、うん、もうちょっと単純でシンプルなやつが好きかな。そうそう、ボケたら突っ込むそれでええやんっていう感じやね、うん、あいつは。だよっぽど俺の本がちょっと苦手やったんかなっていうのがあって、あいつめっちゃ楽しそうやったよな、ほんまに楽しそうやったな。うん、そう、最初な、俺3本ぐらい書いたんかな、ゴーバックとバックヤードと、あ、そうそう、イレブンバックか、イレブンバック、うん、トランプするだけのやつとかな。そう、楽しそうやったけど、あいつが一番セリフ飛ばしたから、うん、そうやな、おったおった。俺は初めてじゃんかな、吉田と抱き合ったの、なんか楽屋で抱き合った、なんか何で楽屋で抱き合ったの、
なんかイレブンバックで吉田あのあそうバックってコントとコントの間で双眼鏡を持ってこれバックスコープって少しだけ過去が見れる、うん、覗ける、うん、それでは覗いてみましょうって言ってコントを始めるみたいな、うん、演出だねあってね。そうで一人一個ポケットに双眼鏡ちっちゃいの入れてて、はいはいはい、イレブンバックの途中であいつそんな大きい動きないはずやのに双眼鏡ポトって落としてん。うわで、あって言うてんあいつあって言うてん。もうコントの世界観台無しやん、うん、あって言うて、うん、で俺それなんかうまいことフォローしてお前何なんだよそれ片しとけよとか言いながらやったね、うん、うんうんうん、うん、フォローしてんな、うん、であいつはそれがすごい嬉しかったあいつから感謝の意を込めて半泣きでありがとうみたいなあったね。あ、そうなんや、全然知らんかった。俺はもうカチンと来てたやんけもうそうされたらあこれこそもあってなんやねんって思ってちゃんとコント入り込めやと思って。吉田くんが出てくるからな、ね、いつそうやねコントの中に吉田、そうやね素が出ちゃうねん。いやおもろいな、まあ、難しいわあのあの子はおもろおもろ。でもあそうそっかイレブンバック、イレブンバック懐かしい。でも5本ぐらいしかやってへんもんなあれもな。あれあれそうめっちゃシャープやで。あそっか俺も1本あ1本かバックマイビギニング、ロボットのやつやね、バックマイビギニングだけやね。とまあ、あのあれもあるかアンコールかおむすびやったな。あおむすびやそれ第1回おむすび。吉田が嫌いよねあんな、なんか何基人か。いやおむすびもなんか俺すごいこう突き詰めれば深い芝居まで持っていきたい演出をつけたい。歴史のあるコントがあるんですよおむすび。そうおむすびっていう、あの聞かれた人は分かる。役者4人が全員コンビニに売れ残ったおむすびっていうの擬人化のコントなんですけど、うん あれはその売れ残ってるっていうのとその廃棄寸前っていうので、うん、突き詰めればもっと演出をつけれるようなやつで、うんうんうん、ショーにはめちゃくちゃ言うたねあれ俺確か、うんうんうん、で吉田には言うてもなんか言い返されるから言わんかった言い返されんねや。あいつ言い返されんねんだからもう面白おかしい楽しいおむすびにしようと思ってバックの時のおむすびはなんかそんな感じだったと思う。あ、まあ、俺も入ったしな。あそうそうそう、うん、もうコントによるわな。もう新しい風で行こうと思って、うんって感じだったな。一番やったコントじゃない。でもおむすびアクションかおむすびか。アクションなのかな。外部も含めたアクションか。そうアクションは予想のなんか営業みたいな仕事でもまあそうやな。ライブとかうん、うん、短いしな。そうそうなんかスパッとできるしな。覚えやすいしね。覚えやすいしね。しんどいけど。しんどいな。うんしんどいけど、うん、で6回かあなたが最高、まあ、イエローの中で出した、そうそうそう。が最高傑作と。人間交差点。いや、あれは良かったよ。あれは、音楽がかっこよかった。あ、そうそう。パッポー、パッポーって。マクマの語りでの。そうそうそう。マフィがね、語ってやってくれた。そう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 。あの子、初舞台だよな、あれは。そうか、そうね。うん。そう、あの子初舞台で、かっこいい音楽作ってやって。やっとて。そうや、あの交差人間交差点を案内するっていう、うん、緑のおばさん、うん、あれ公開に行ったら南森町俺。ああそうや行ってもらった商店街あるでいいですけどあったあったそうやったそうやった。バック人間交差点はまあ古谷の方も出たか。シャンブルズが出たな。あ古谷さん初めて関わったなあそこ でアクションが跳ねた。アクションが1位取ってんあれ。アクションアクションやそうそうやアンコールが1位取ってそうやった。金で解決とかあれ大乱闘じゃなかったっけ。あーそっかあーそっか金で解決は確か大乱闘や。俺ヒロトの歌で覚えてんねん。なんかヒロトなんか大乱闘の時調子乗ってラップの曲作ってあそこで各コントのタイトルを入れるみたいな小技を入れてたから、そうそうあそこで金で解決で確か入ってたと思う。一本目クロスやった。あ中野や。あそうや中野 F カンパニーや。そうユーカンパニー同士で結婚した中野。あ、そういう話しちゃっていいですか。いいよ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 。ユーカンパニーの中野さんがね、出てくれて一本目だけな、うん、クロスっていう本で出て、うんうんうん、そうかそうか。そうや、珍しい100円迎えへんイエローで、うん、唯一ぐらいじゃない。もうだからバックでちょっと楽しなってるし、うん、もうちょっともうちょっと何人か増やしてやりたいなみたいなのもみんなあったから、うんうんうん、そんな感じだな。そうやったそうやった。
そうそう、ヒロトもね、おったし、あの時ヒロト、おとなしかったな、最初は。最初おとなしかったのにな、どうしちゃったんやろな。なんで彼はあんなに元気になってしまったの。すごい、どんどん売れてほしいね、ヒロト売れてほしいね。そっか、そうやったな。流行やらしてもらった、流行。そうですよ、流行ですよ。流行ってったって流行ですよ。流行っていう、その、なんていうかな、途中でダンスが入るコントがあるんですよ。あれおもろかったな、ダンスの指示おもろかったな。はい、トリーとか言ってたもんな。はい、そこトリートリーとこ、はい、それすごい、天皇天皇じゃない、なんかあったよな。君がよ。君がよ。君がよ、ヒップホップバージョンがあって。そう、ヒップホップ君がよに。いや、思想強いな。その時、鳥年やったね。あの、干支が。干支が鳥やったから、鳥の動きを入れたくて。ありました。うん。で、それを君がよヒップホップで、鳥の動きを表現して。そう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 。やってやった。あれは、ゆきさんのね、あの、ジョイっていう曲の PV をこう参考にして。そう、まあ、ユキ好きやもんな。ユキ地味に好きで、ジョイのその PV で、その鳥の動きでこう、歩くっていうのがあって、あこれやと思って。これに君が代や。ちょっとやりたいってなって。そう、これやりたいと思って。なぁ。そう。インパクト残るね。あの時俺ダンス、うん、でもあれが好きで入ってきたからな、なおちゃんとかな。なおちゃんもそうやん。なおちゃんは、そうやねん。そうやねん。ダンスとか踊りがしたくて入ってるから、ちょっと変わったところから入ったよね、あの人。ハマってしまったところな。シンくんとかは結構コントが良くて、みたいな。この間でもシンさんとね、イエローの話、昔の話したらね、うん、あの、擬人化コントが好きって。あ、イン・ザ・スープおむすびがすごい好きやねんて。目立ったからじゃん。あ、え、おむすびのね。あ、そうか、おむすび出てないわ。そう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 。インザスープはシンさん目立つ役やったから、うん、あ、やっぱ、あ、そうなんや。そう、意外、あ、そう、意外やなと思って。なんかシンさんもうちょっとこう、なんていうの、なんかちょ、人間の出る性格の悪い感じのコントが好きなんかなって勝手に思ってたんだけど、わ、うんうん、かるわかるわかる。シンさん好きなのが、その、なんやったっけな、おむすびとインザスープと、あとオールドニューって覚えてる、あの、あ、俺の3人で、3人のちょっと大学の学食で、そうそう、友達じゃないやつが生きるみたいな、うん、あれが好きやね。オールドにはね、なんかわかるわ。あれ、シンさん好きそうやなっていう。うん、そう。なんかオールドにはね、なんとなくわかる。そう、人間心理のこの移り変わりみたいな、ベタなコントが好きなのかなと思ってたけど。うん、意外やな。豚骨ラーメンの具にみんななってっていうのがあって、なんか意外やな。全然腑に落ちてないけど。うん。定番この人だと思ってた。意外とね。へぇ。でもそれを、だから人間交差点を見て入ってくれたやん。そう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 。新さん、なおちゃん。新さん、なおちゃん、翔くん。翔も来てたんか。翔はなんか、あの、人間交差点、俺、ああ、そうやそうや。人間交差点の稽古見に行きたいって最初言ってて。で、その、いや、言うても、来週本番やし、みたいなタイミングやってん。で、あの、もうまだ本番あるんですけど、あの、チケット代とか払ってもらうことになるんですけど、よかったらどうですかみたいな返しをしたら、あ、じゃあ行かせてもらいますって言って。で、来て、めっちゃおもろいやんけっていう。そんなんちゃうもんね。おい、こいつら。そんなんちゃうもんね。めっちゃおもろいやんけ。師匠クラスのやつやんけ。ってなって、そのワークショップをやってね。ワークショップはね、あんたお手柄やと思った。あのタイミングやったのは偉いなと思った。そう、まあ、青たがりやと思って。うん。うん。一気に。なんか、その、バック人間交差点ってやった後、うん、人間交差点前後かな。うん。人間交差点の稽古途中ぐらいで、あの、入部希望者が、めちゃくちゃ増えてたのよ。なんかめっちゃ来てて、まとめちゃえっていうのがあって、結構おったもんな、ね、ほぼほぼ入ったけどな、うん、ほぼ入ったね。全員入ったか。1回は4ちゃんとかかな。あ、そうやそうや、1回全員入って残ったのが4人やな。そうね、うん、うん、ももちゃんとかも来てる。そうそう、ももちゃんもそう。ももちゃんはどっから来たのか出所が未だに分かってなくて、うん、あの子最初偽名使ってはったから。それはもういいんちゃうか。うん、もういいか。今仲いいしだけど変な子やから。まあまあ知ってる知ってる。偽名使って入ってみて。そうです、全然違う名前で入ってきよう。そうそうそう。そう、あの流行の稽古の時にダンスで揉めたんのよ一回、うん、そのサンと浅野さんと吉田と俺で
こう踊るやつやって、うん、で俺はこうもうその時はもう自分がコントしてること一回忘れてんの俺、うん、あ俺がやりたいことやらせてもらえるモードやったから、うん、この時間はそうよし振り付けしようと思って結構そのがっつり基礎からちゃんと教えたんだよ、うんうん、ようダンス練習してたもんなあれそうでバーンとこうバーって止まるんやでとかやってたんやけど、うん、サントは俺はねダンスがしたいんじゃないんすよみたいなもうとうとう爆発しちゃって、うん、珍しく吉田がそれに怒ったのよねそのあそうなんだそういやそんなこと言うたが俺もやりたくないよ怒り方怒り方でもみんなで決めたやんかって言って大人のちゃんとした意見やなそう吉田さんほんまにそれでいいんすかみたいなんで居心地悪なって逃げようとしたよでなぎちゃんがちょっと俺ちょっとコンビニ行ってくるけどなんかいるかなみたいなそう小物やの覚えてるわあやべちょっとコンビニ行ってくるわ玉作りちゃんフロイデちゃんちゃうかフロイデじゃないね大淀やコミュニティセンターやああそうやじゃあ見学者ほんのに消え出してんでそやそやあの日まだ別でおったねんな入団したいってことがこれでいいんすかほんまにとか言い出してんなさんちゃんがそう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 で中野さんとなぎちゃんとちょっとコンビニ行ってくるからなんかいるって言ったらなんかさんちゃんがサンミーって言ってくんかいってなキレながらもサンミーいいやそれそうそう覚えてるわ逃げた逃げたローソン行ったわそうそうそう中野とでもう終わったかな言うんでそうやねでこっちはもうとっくに喧嘩終わってんのになかなか帰ってけへんのあいつそこどこなそうやったわあったわダンスで一回揉めたあるわあったなそうそうそう、まあ、あれはとにもさっきのダンスでね表現ってのなかなかあれがそうやもんね、うん、フェスでは一回やらしてもらったけどだから普通にちゃんとしてオープニングちゃんそうオープニングアクトでやったちゃんと踊らしてもらってなおちゃんとなおちゃんもよう喋るやんか喋るよそうで2人で1回スタジオ借りて、うん、練習がっつり練習しようってなったの、うん、もう振りも決まってたし、うん、2時間取って最初1時間喋って潰しちゃってでそうああやばいなーと思って30分ぐらいガーってやってちょっと休憩しようかーってなってまた喋り出してしまってあーもうこんな時間やって言ってだから実質30分で少ないな実質30分で仕上げた振りやねあれあ、その日だけなんやちゃんとガッツリ練習できた日ガッツリやったのはあれだけやね頑張りましたね頑張った普通にねかっこいいかっこいい感じのあ、ありがとうございますコント、コントではなかったけどもうただただかっこいい感じの我は好きゼロでやらしまたまね息抜きで、ね、好きなことそうフェスやしってそうフェスですかそうフェスやったねフェスやった、うん、2回やった、ね、フェスやったフェスはもう振り返りたくないな、うん、ほんまにフェスはちょっと苦いね2回目つらかったわ2回目ちょっとつらかったねつらかったわフェスもあってしんどかったっちゅうのあるなビフォーナインまで流れフェスとビフォーナインを代行でやったやろ確かねそうフェスじゃあ、ビフォーナインの宣伝を兼ねてフェスを開いた、ね、そうやるってなって、うん、まあまあでもなんかもう流れもあってやりたいってなって、うんやったはいいけどやっぱ難かったなまあ個人的なつながりとしては正信さんともちゃんと喋れたのあれが初めてやしあそっかあの赤鉛筆の人らともまあ、うん、知り合って、まあ、今回ミッチが出てくれるみたいな流れにもなるからつながってはいるのつながってはいるけどやっぱな、うん、そのイベントとしてはやっぱむずいなと思ったなうん、まあ、単純に集客が悪かった非常に悪かったそうやったねそう俺あの時フェス決めた時ちょうど一番倒れてる時あってそうやね一番倒れてる時やそうであのフェス開催1週間前ぐらいにあのフェスやりますみたいなの聞かされてて確か俺、うん、違うそれちゃうよそれちゃうよ やるのは決まってたよ決まってたか決まってやるのやるのやるのあ決まってたわそうそうあそうや俺サブタイトルつけに行ったんや一回え何サブタイトルなんかあったっけなんか1ヶ月前ぐらいに俺今日ちょっと体調いいから行かせてもらうわって言って、うん、あ行きますこうこうこうでちょっと助言を欲しいみたいな感じで今こうこうこういうことが決まってますみたいな言ってて、うんなんか俺その時こだわったんだよねあのタイトルはまあイエローフェスボリューム2でええわいな、うん、サブタイトルはってなってでなんか、まあ、今みたいな空気になりましたよねそうそうそうサブタイトルサブタイトル、うん、1回目やった時大乱闘の告知を兼ねてたから大乱闘前哨戦みたいなつけてたんだよね、うんうんうん、でその時確かついたのがもう次の公演決まってないけど前哨戦みたいなタイトルを確かつけたと思う、うんうんうん、あったあったそう決まってるでしょうとあの決まってるけどフェスの頃にはそう
あ、そうやそうや、まあ、ほんまに決まってなかったねんな。うん、うまくなかった。そう、ほんで俺そっからなかなか行けてなくて、告知が始まったのが確かに本番1週間前とかやん。うん、なあ、そうやったそうやった。そんなにいいじゃないよ。いや、そうやった。俺稽古とか行けてない間全然見れてなかったから、うん、で、グループ LINE で今日から告知していきますみたいな感じで。1週間前？いや、ないないない、1週間前はない、絶対言ってない。来週やんと思う。やったんやろな。やったんやで。うっそー。やったやった、ほんま1週間前やったもん。大丈夫かなと思って。ないと思うけどな。で、ジョーレもあの Twitter より俺 Facebook が賑やかやから、うん、知り合いばっかりやから、一応そっちにも流したりしたんやけど、やっぱ1週間前ってなると来てくれなくて、うんうん、そんなんとか。そうやったで。はあ、よっぽど切羽詰まってたやなと思った、あれで。まあ、もう去年やね、ほんま。1年前あれ、去年。あ、そうや、桃取りの1個前や。1年しなってへんの、まだ1年や。はあ、そうや、桃取りからまだ3ヶ月やもん。だってそうか、そうや、もう1年ぐらい経ってる前と思ってた。だからいや、もっと経ってる。1年しなってへんの。そうや、そう、ビフォーナインに関してはもっと前やと思ってた。1年前やろ。そっか、そう、1年前に比べたら健康になったな。だいぶ健康になった1年前が やばすぎたの。結構ピークに悪い時期。そうそうそう、体調が。雨の日なんか立たれへんかったからどういう原理、どういう原理。気圧下がると。ああ、なるほどね。リンパが動かんなので、立ってもあのずっと目が回ってるみたいな感じだから、ぐるぐるしてんのか、うーってなんねんっていう状態が去年やった、うん、なんかホルモンバランスがおかしいとか。そう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 、ひたすら言ってる時期やったもんね。男性ホルモン減ってる時期がちょっとあって、ちょっとなんか なんていうのちょっとなんか、うん、艶やかな時期やったもん。 なんていうのこれ、わかる、しなやかな時期やったもんね。わかる。女の人、おばちゃんみたいな、なんかちょっとおばちゃんみたいなちょっとずつこう肩とかが肉突き出したなんかふっくらして体型が。 女の人特有の体型ってあるやん、る、男とは違うみたいな、柔らかい感じね。そう、うん、ちょっとそれになりつつあって、肩がもうじゃれよ、あーやばいやばいと思って。ありましたね。今もちゃんと男性ホルモンバチバチで、バチバチでやらせてもらった。あとね、あともうだ、元に戻っても健康なわけよ。あ、人並みにこの三大欲求みたいなのもあるわけよ。睡眠欲、うん、眠たくもなるし、ご飯も食べたくなる、うん、性欲もあると、セックスもしたくなると、うんうん、っていうのが普通に出てきてるから。よかったよかった、健康健康と思って。いや、よかった、やっと人間に戻ってきたね。そう、人間になれた。人間やった時期なかったもん。だってイエローの、やばかったよな。イエローが盛り上がれば盛り上がるほど反比例して、体調悪くなってな。そうそうそう、今やのにと思ったもんな。そ、俺もそうやねんここやろ、今やろ、ここ踏ん張れよ、8回は出てくれよとか思ったけどな。まあ隠し、ね、まあ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 みたいな。そや、イエロー8回は出たかったよ。だって出たかった、俺自分もやってたし、出るつもりで書いてたから。俺の役やったんじゃん、多分赤ジャケット着てだったの。いや、俺確かヒロトのところやってん。あ、ヒロトか、うん、あ、ちゃう、ヒロトのところと、ヒロトの演じる小野やったっけ、うんうんうん、小野がアルバイトしてる居酒屋のなんかもう一人の店員役で、高島で出るよってやってん俺そうなんや、うん、そんなサイドストーリーもあっていいあったんや、高島や、高島さんで。そう、っていうの確か予定してたんやけど、やっぱ無理ってなって。でも言い出したからには、あれ健康な時に確か言うて、こういうことしたいですその時の負担を、不健康な時の自分がそう受け負うっていう。なんであんなこと言ったんや、元気な俺これでもやりきらなあかんと思って、そこはなんとか乗り切って。あ、面白かったですよ、長編やのに書いてる人が3人おった、うん、そうそう、あの途中のそのコメディ、やっぱ人を笑わすの苦手やからまあ、お話はね、骨組みはしっかり作っていただいて、そうそうそう、それを邪魔しないぐらいで、ちょっとキャラクターが分かるコント、この中のミニコントみたいなのを、ね、あれよかった。あれでもバラでやってもいけんちゃうかなぐらいのレベルのやつ書いてくれたから。いや、まあ、吉田の回も別に面白かったしな、あれ。そうそうそう、うん、河原のシーンね。ああ、そうそう、河原のシーン、うん、なんかジャンプで、あわ、あれちょっと意味わからなかったですジャンプで殴られて意識ジャンプってか、母はちょっとわからなかったけど、うん、何が面白いの、決めのセリフだ、決めセリフ、うん、
あれだよね、客泣く予定やったっけ。あ、そこで泣かす予定やったんか。泣かす予定やった。はぁ、泣くびして泣いたって、ね、考えた。あ、そっちの。そっちも涙ですね。そんなこともあった。懐かしいね。やったね。いや、ちょっと引いてるわ。俺、ビフォーナイン引いては、イエローフェス2が1年しか経ってないっていうのは、もう2、3年の感覚よ。あれ、ね、もっと昔な気がする、俺も。この1年、割といろいろあってんな、じゃあ。そうやろ。団体がなくなって立ち上げてますからね。そやねん。だお互い大変やだと思う。あったでしょうね。うん。解散してからなんか濃密やったなと思う。まあそうで。うん。何もしゃべってない。うわ、2時間超えた。うわうわうわ。これはもう疲れた。そらそうだ。ケイちゃん疲れたわ。俺はもう30分ぐらい前に思ってたけど。変じゃな。4時ほど30分を。やってみよう。おまけの時間が。いやもう。まあ、もう編集任せます。これでこんだけやって5分しかなかったら、俺あんまり余らんかったよ。これは無駄かなと思いながら。この時間が5分になることはないから。もしかしたら。というわけで、はい。ありがとうございました、今日は。ありがとうございました。また機会があればね。ぜひぜひ。うん、お互いこう、いい感じになってる機会があればね。そうそうそう。ちょっとね、はい、箔つけてから会いましょう。そうですね。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。